皆さんこんにちは。司法試験2021年度合格答案作成講座民法第1回目始めていきます。担当いたしますのは東京リーガルマインド専任講師竹山茂樹です。よろしくお願いいたします。すいません、ちょっと準備の関係でね、初回遅れちゃって申し訳ないです。で、この合格答案作成講座はもうその名の通り、論文の合格答案を作るというかですね、皆様方の論文を書く力を合格レベルに持っていく講座になります。で、教材確認しましょう。紹介なんで、まず中心となるのがこの合格答案作成講座問題集、民法は民法ってやつになります。これ開くとですね、問題の目次が載ってて、第1部が法科大学院入試過去問、旧司法試験過去問ほかです。で、この第1部が、ね、問題のほとんどになるんですけど、これロースクール入試とか昔の司法試験の過去問とか、あとレックオリジナル問題から構成されています。で、どちらかというとここは全ての論点じゃないんですけど、論点ってたくさんありますよね、民法。その論点を潰していく、ある程度網羅的に潰していく問題になってます。で、次ペラッとめくって、第1部の問題が続いていて、第2部予備試験過去問、これがね予備試験の過去問になります。もう予備試験もね、10年近くやってるので結構な数の過去問が揃っています。で、この問題集がメイン教材です。この問題集を毎回ですね、民法14回なんで問題数14回で割ると、6問から8問ぐらい1回に進むかな、そういったペースで進んでまいります。で、他にね、合格答案作成講座の論証集というものがあります。これはいわゆる論証、論証っていうものは答案のパーツだと思ってください。答案のパッケージについてまとめたものです。で、ちょっとね見ていきますと、具体的に見ていきますね。例えばですね、論証集の、皆様方がね好きそうな論点いきますよ。論証集の19ページ見てください。この合格答案作成講座論証集民法の、19ページは4、詐欺脅迫ですね。論点に96条3項における第三者の異議、これ見てください。で、96条3項における第三者の異議って、これ条文眺めていても第三者が何かで出てこないですよね。だから解釈が必要、理由をつけて解釈をすることが必要、こういうのを論点と言いました。入門講座で私のクラス受けていただいた方は論点って習ってると思うし、他の先生の入門講座でもおそらく言及されていると思います。で、わからないよって方大丈夫です。わからないことは今知ったら今覚えればいいだけ、こういうのを論点と言います。で、ちょっと見ておきましょう。第三者の異議が条文上明らかでなく問題となる。で、初回なんで、条文も引きましょう。民法96条3項を引いてください。民法96条3項ですね。論文の講義なんですけど、6法はお持ちください。6法引きます。やっぱり法解釈学はね、6法が中心です。96条3項です。前2項の規定による詐欺による意思表示の取り消しは善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。詐欺取り消しは善意無過失の第三者に対抗できない。これ相続の基本的な論点ですけど、じゃあこの第三者って誰だという問題になります。で、見ていきましょう。論証、これ趣旨から書くのが一般的ですね。96条3項の趣旨は取り消しの訴求効を制限して、当該意思表示の有効なことを信頼して新たに利害関係を有するに至った者の地位を保護しようとする点にある。で、この辺入門講座で習ったと思うのでさらっといきます。そこで第三者とは、詐欺の当事者及びその包括証券人以外のもので訴求効の影響を受ける取り消し前ですよね、に詐欺による意思表示によって生じた法律関係について新たに法律上の、で、独立のって私はあったという方がいいと思いますけど、新たに法律上ので、独立のも足しといてください。独立の利害関係を有するに至ったものを言うと解する。これで理由をつけて解釈ができました。こんな論文のパーツとなる論点の答えと理由が載っているのがこの論証集になります。で、もう一個定義集っていうのがあります。定義集ね、これペラッとめくって具体的に見ると、例えば1ページ目、
権利能力平等の原則、定義。個人はすべて完全な権利主体性を認められ法的に対等なものとして扱われるという原則、これを言うと書いてます。で、この3つが教材になります。でですね、問題集と6法は毎回持ってきてください。これを使います。で、論証集はめったに使いません。予習用として使ってください。予習用は復習用なので持ってこなくてもいいです。で、定義集は私の講義では使いません。ただ、便利なんで予習復習あるいは何かを調べるのに使ってください。なので、授業に出るのに必須なものは六法と問題集ね。六法と問題集は持ってきてください。で、今日初回なんで、合格答案作成講座の目標と予習復習の仕方から、お話しさせていただきます。じゃあね、今日出たレジュメのこの合格答案作成講座民法第1回目っていうのを見てください。で、これ合格答案作成講座のガイダンスに出ていただいた方はお話ししたんですけど、私の分類では法律の特にね、ロースクールとか予備試験とか司法試験の論文は3つのレベルに分けられます。大きく分けて3つ、細かく分けると4つ。で、上の一番資格囲みのレベル1、これはですね、言い方悪いんですけど、論証を吐き出せばできるレベルの問題です。要するに、この論証集を覚えてある程度問題演習すれば簡単にできちゃうような問題で、これも細かく分けるとレベル1の A とレベル1の B に分かれます。レベル1の A っていうのは文字通り吐き出して簡単な当てはめをすれば良い問題です。で、これ法学部の定期試験や浪入試、ロースクールの貴修者入試によく出るタイプの問題なのでね、このレベルの問題はある程度基礎をやっていれば一夜漬け、まあ一夜漬けは厳しいかもしれないけど、詰め込みが可能なレベルです。で、レベル1の B は論証の吐き出しがメインでは未知の論点が出ることもあります。未知の論点というのは一般的に論証集で載ってないような論点、また論点が複数なこともありますが、当てはめは簡単、当てはめは簡単という意味でレベル 1A と本質的には変わらない。で、これ旧司法試験や難関浪入試に見られます。ここでね、今の司法試験、まあ旧司と対比すると新司法試験っていうんですけど、今の司法試験レベル3なんですよ。で、よくこう言われます。先生、昔の司法試験の方が難しかったでしょ。なんで旧司法試験がレベル 1B で新司法試験がレベル3なのか。これね、合格率とか合格可能性とかじゃない、この難しさ。あくまで問題自体の難しさを言ってるんですよ。で、昔の司法試験って問題自体はそんなに難しくないんですよ。ただ、すごく合格者が少ないから、この上位に食い込むのが難しかったのが昔の司法試験だと思ってください。今の司法試験の方が問題自体は難しいです。なので、昔の司法試験はレベル 1B で、次レベル2、これ事例が長い。論証を吐き出しだけではなく、事案の分析、事案の評価、当てはめも要求されます。あと、未知の論点が出ることもある。これが予備試験の論文レベルです。で、レベル3はレベル2の事例がさらに複雑化で、新司法試験の論文がこれです。で、合格答案作成講座はレベル1と2をマスターする講座になります。つまり予備試験の論文合格レベルまで。で、第1部の問題が主にレベル1に対応して、第2部の予備試験過去問がレベル2に対応します。ただ、司法試験最終合格目指す方もレベル1には3の基礎でありますので、これしっかりやっていただきたいと思います。じゃあね、受講生の予習で、予習はね、私の講義は問題を解いてきてください。で、次回何問目までやりますとはっきりは言いません。なぜかというと、私もね、受講生の表情を見て多少講義スピード変えるんで、ただ大体6問から8問ぐらい進みますので、まあちょっと多めに見て8問ぐらい予習してくれば十分ってことになります。大体1回の講義で6問から8問ぐらいは進みます。で、これ問題解いてくるんですけど、6問から8問を全部答案書いてくると、これ日が暮れてしまいます。なので、予備試験の過去問は書いた方がいいです。ただ、普段の第1部の問題は答案構成まででいいです。
答案構成のやり方は後で少しね、ご説明しますけど、要するに、予備試験も司法試験もね、試験の回答を書く用紙のほかに下書き用紙が配られます。で、その下書き用紙に簡単に最初にね、何を書くか組み立てを書くんですよ。その組み立てを書くところまでやっていただきたいということです。で、これは必ずやってほしい予習なんですけど、もう一つ、民法なら民法で、例えば入門講座レベルの基礎に不安があるよって方いらっしゃいますよね。で、大体ね、合格答案作成講座の問題集って民法なら民法総則の例えば行為能力から順番に並んでます。法人意思能力って。で、問題見ると大体どの分野か分かる方はですね、次の講義でやる分野の民法の基礎を復習してきてほしいんですよ。それは入門講座のテキストでも構いませんし、あとね、時間がない方は論証集、これだけ見るだけでも違いますよ。なのでプラス次回やる分野の基礎。余裕があったら基礎固めもやってきてください。で、入門講座のテキストでもいいし、場合によっては論証集を見るだけでも結構です。だいぶ勉強になります。で、レックの講義とか予備校の講義を受けてないって方はですね、論証集と定義集、これの、該当範囲をざっと見るだけでも違いますので、ぜひね、これやってきてください。基礎がないとね、ちょっとわけわかんなくなっちゃいます。ただ、基礎がないからこの講座後回しにしようと思わないでください。せっかく取ったの。むしろこの講座で論文の勉強をするから基礎も一緒に並行してやっていく。それで、基礎ばっかりやってるとね、いつまでたっても終わらないんです。司法試験って量膨大だから、論文の問題と一緒に基礎をやっていきましょう。じゃあね、復習の仕方、講義受けて復習するときはまずね、私2回復習してって言ってます。1回目は割と直後、分からなかった論点等があれば復習をしてください。さらに解答例、これレックの解答例もありますし、問題、大事な問題は私も解答例つけてます。この解答例を読んで合格答案のイメージを作ってください。おそらくね、答案ってどう書いたらいいかわからないって方多いと思うんですね。で、その一つの原因は答案のイメージが作られてないんですよ。イメージ作りに答案を読むことは大事なので、ぜひね、読んでください。で、これが直後の復習。で、忘れた頃、2、3ヶ月後にもう一度問題を解く。これ答案構成で結構です。で、確認をする。この2段階復習で結構力がつきます。ここまでよろしいでしょうか。じゃあね、答案構成のやり方とかもわからない状態だと思いますので、早速ね、まず第1問目からやっていきましょう。第1問見てください。民法の第1問です。で、私はね、問題の重要度のランクもつけていきます。これは B ランクです。 ABC の B ランクね。旧司法試験の問題で、これまさにね、さっきの分類でいうレベル1の B の問題です。旧司法試験レベル、レベル1の B、まさに旧司法試験ですね。じゃあ見ていきましょう、問題。で、まず問題文を読みます。現在90歳の A は80歳を超えたあたりから病が急に進行して判断能力が衰え始め、2年前からしばしば自理弁識能力を欠く状態になった。でね、想像しながら読んでくださいね。自理弁識能力を欠く状態になったってことは、この人が単独で契約をしても意思無能力で無効になるんだなーって、当たりをつけながら読んでいくんですね。で、絵画の好きな A は自理弁識能力を欠いている時に、画商 B の言うままに B の所有する高絵画を500万円で売買する契約を B と締結し、直ちに履行がされた。この事案について以下の問いに答えよう。なお、証文1と証文2は独立した問いである。で、独立した問いってことは、証文1解くときは証文2の事情は考慮しないんですよ。証文2を逆に解くときは証文1の事情は考慮しない。で、細かいこと言うなって思った方、
結構ね、問題文の指示見落として間違っちゃう方多いので、問題文はしっかり読みましょう。じゃあ1のかっこ1。A は、後悔画を B に戻して500万円の返還を請求することができるか。で、また、B に後悔画を800万円で購入したいという顧客が現れた場合に、B の方から A に対して後悔画の返還を請求することができるか。これ問題になります。前段と後半聞かれてること違いますね。でね、私は答案構成やるときにでっかいナンバリングをつけちゃいます。で、ナンバリングってのはね、つけてもつけなくてもいいんだけど、こういうやつ。ナンバリング。答案はね、例えば第1ってつけて、1ってつけて、カッコ1ってつけて、例えばカッコ2とかあって、あ、い、う、で、カッコ3、で、2、第2。このように第1、第2が一番大きい分類で、1、2がちっちゃい分類で、さらにカッコ1、カッコ2、カッコ3がちっちゃい分類で、さらにあ、い、うみたいな使うこともある。これナンバリングのやり方って決まっていません。特に決まっていません。ただ、大きい括りと小さい括りの順番は、これ公用文章のやり方で決まってます。まあ、第1、第2、1、2、カッコ1、カッコ2、カッコ3、あ、い、う。これぐらいまでは、まあ、意識してもいいでしょう。こんなのがナンバリングって言って、回答例見るときは、ナンバリングの仕方なんかもちょっとね、参考にしてください。ちなみに私はナンバリングあんまりしません。ので、でっかくしか分類してないです。あとで私の回答例も見ましょう。じゃあ今日はせっかくなんでね、私の答案構成のやり方もちょっとお見せしながらいきたいと思います。じゃあまずね、答案構成。これね、やり方いろいろあります。で、答案構成ってやらない人もいます。実際にね、私の法律事務所の別の弁護士は答案構成やらないって人もいます。ただ、一般論としてやった方がいい。なぜかというと、予備試験だったらね、民法って70分で解くんです。で、70分で解くうち20分ぐらい、せいぜいね、多くても23分ぐらいを答案構成して、要するに何を書くか固めるんですよ。で、何を書くか固めてから一気に答案を書き上げた方が間違いないし、これね、書くスピードも速い。ということで、まず初めに何を書くか固める。それが答案構成です。で、答案構成の目安としては、試験時間の大体4分の1から3分の1とされます。で、私は結構答案構成しっかりしてる人なんで、3分の1ぐらいは使ってました。でね、これ半分超えるとアウトだと思ってください。70分で35分も答案構成使っちゃうと、もう書けない。全然。なので、まあ70分だったら、まあリミット25分ぐらい。答案構成。でね、今日初めなんでいろいろ言いますよ。答案構成の失敗例その1、まあその2もあるんだけど、まず今日その1だけお話ししていきましょう。昔の私なんですけど、答案で書くようなことを答案構成そのまま書く。これね、2回同じこと書いてて無駄ですよね。だから2回同じ書く時間のロスを防ぐために、答案構成ってね、本当に骨組みだけで、自分が何書くかを固めるだけ、そういうことになります。ただこれもちろんね、答案構成して答案を書くって練習を何回かしないとなかなか分かりにくい。ただ司法試験の答案って最初から正解なんて絶対書けませんので、試行錯誤しながら行くんだなって、むしろ勢いでもう失敗してください。どんどん普段の練習で失敗して直して、失敗して直して、その繰り返しです。私も何度も失敗してます。模試でね、ほとんど0点に近いような点数取ったこともあります。で、どんどん失敗してください。じゃあね、いきましょう。で、この問題だと第1はね、
私だったら設問ごとでちょっと細かく分けようかなと思います。設問細かいんで。設問1の括弧1の前段。A は、鉱絵画を B に戻して500万円の返還を請求することができるか。ここに問題をとりあえず書いていこうと思います。で、これもね、問いに答えてくださいね。まず返還請求できるかできないか。できる。なんでできるか、この条文を駆使して答えていくんです。じゃあね、答案構成として、これ意思無能力だから、まず契約無の無効なんですよね。何条ですか？意思無能力無効。これ3条の2ですよね。民法3条の2引いてください。法律行為の当事者が意思表示をしたときに、意思能力を有しなかったときは、その法律行為は無効とする。そして無効だったら、解がなぜ取り戻せる？それは条文があって、121条の2の1項ですね。これは無効な行為に基づく債務の履行として給付を受けたものは、相手方を現状に服させる義務を、つまり無効な行為に基づいて絵画を受け取った B は、相手方を現状に服させる義務を負うから、絵画を返さなきゃいけない。逆に言うと、 A は B に返せと請求できる。これで終わりですよね。これ条文を当てはめるだけの問題で、これの答案構成はね、もう単純に私だったら条文番号だけ書く。だからこれ3の2と121の21個で、これ答案構成の時ね、上とか書くともったいないんで、時間が。こういうふうに略語を使ってくださいね。これ1個の略ですね。で、これ請求 OK みたいな。このね、答案構成の時漢字使うとね、時間かかるから、 OK とかね、矢印とかね、いろんな記号を使ってください。いいでしょうか。じゃあ次、後段ですね。1の括弧1の後段は何聞かれているかというと、また B に鉱絵画を800万円で購入したいという顧客が現れた場合に、 B の方から A に対して鉱絵画の返還を請求することはできるか。で、実はこの後段ってね、いろんな説があります。で、司法試験ってね、答え一つじゃないんですよ。だから、いろんな説これ書いてって構いません。で、第2は、設問1括弧1後段、で、これね、まず無効っていうものは誰でもどこでもいつでも主張できますね。だから B の方から無効主張して鉱絵画の返還を請求できる。ここで終わっても別に間違いではありません。ただね、ここはね、こう B の方から返還請求はできないという説の方が有力です。なぜかというと、 B さんって A がね、この90歳、まあ、見たら分かりますよね、おそらく。ご高齢だということは少なく、そのご高齢の人に絵画を売りつけておいて、転売できるからやっぱり無効主張するって、なんかおかしいじゃないかっていう考え方の方が割と有力ですね。なので、ここの答案構成としては、無効なんだから、B 主張 OK はてなみたいに書いて、でも B、まあ、卑怯だっていうことで何か考える。で、向こうもね、何度も書いてたら面倒くさいんで、無。これはおかしいんじゃないかということで、何か法的構成を考える。で、これがね、論点一ひねりです。詳しい民法の方にはここまで載ってるかもしれないけど、おそらくね、入門段階でここまでやってないと思うんですよ。で、ここは現場で理由付け考える。で、例えばですよ、分かりやすいの方からいきましょうか。
B って1回ちゃんとした意思判断のもとで売るって言ってるのに無効っていうことは禁判権に反する、信義則違反だ、だからできないんだっていうのは一つありますね。だから例えば手を打っておいて無効、禁判権からダメ、でこんな感じで答案構成して、これを答案にバッと書いていくということになります。で、まずね、今回最初なんでちょっと細切れで設問1の括弧1だけ解答例を見ていきたいと思います。で、これ私の答案構成なので、まず私の解答例を見ていきましょう。今日お配りしたレジュメペラッとめくると2ページ目に私の解答例があります。で、私の解答例はね、これね、完璧な解答例をお見せしても意味がないので、時間内で書けるような解答例にしてます。旧司法試験なら60分で書ききれるような、それのぐらいのレベルの解答例。60分70分で100点取れるような答案書けません。なので、できるだけ点数高くもぎ取るんだな、そういう意識でいってください。見ていきましょう。第1設問1括弧11前段、私ね、さっきこう答案講師で第1設問1括弧1前段って書いたけど、これはね、第1が設問1括弧1で、1が前段、2が後段で分けてますね。まあこういうナンバリングもあります。見ていきましょう。 A は受理弁識能力を欠いている状態で、 B の所有する硬貨を500万円で購入する契約を締結し、相互に履行をなした。しかし当該契約は A の意思無能力によるので無効である。括弧3条の2。条文必ず指摘してくださいね。条文書けるところはこれでもかってぐらいに条文書く。あとここね、民法3条の2って書くのか、3条の2って書くのか、これいろんな流儀がありますけど、民法の試験だと民法ってのは書かなくていいです。当たり前だから。でも民法の試験で例えば商法を書くんだったら商法って必ず入れてください。借地借家法とかね。だから民法の試験だから民法って入れなくていいです。で、そして無効な行為に基づいた絵画の引き渡しにつき、A は B に原状回復請求、121条の2、1項ができるので500万円の返還を請求できる。で、請求できるかって聞かれている場合に、できるかできないかで最後ちゃんと締めるということになります。じゃあ2、後段です。無効は誰でもいつでも主張できるのが原則である。まずこの原則論を書いて。で、こう考えると B 主張できるとも思える。で、そこで終わっても、まあ、間違いとは言えません。ただいろいろ考えた方が多分点数伸びます。私は新規則で押そうと思いました。しかし B は A が高齢ということを認識しており、 A の受理弁識能力に疑いを持つことが少なくとも可能であった。でね、これ使える事情は使えってことを頭に入れておいてください。ここで学んでいただきたいのは、90歳ですよね。これってまあルッキズムの問題はあるんだけど、外から見たらなんとなく年齢って分かりますよね。ということは B は A が高齢ということは認識しており、まあ認識少なくともできた。で、 A の受理弁識能力に疑いを持つことが少なくとも可能であった。そして B は高額な絵画を売る以上、 A について受理弁識能力があるか否かを調査する義務が信義則上あったと言える。当該信義則違反がある B に無効主張を許すべきでない。で、私の回答では禁判権も後で書いたんですけど、こっちも書きました。でね、なんで私がこんなことを書けたのかっていうのをちょっと説明しておきますね。これは他の論証から類推しました。で、私の入門講座ではやったんだけど、まあ有名な、ね、論点で、110条の判断基準っていうのがあります。ちゃんとありますね。失礼しました。せっかく論証集皆さんお持ちなので、論証集の27ページ見てください。27ページ下側の論点8、正当な理由の判断基準。さっきのね、調査義務って話はここから解き起こしました。いかなる場合に正当な理由が認められるか、その判断基準をいかに介すべきかが問題となる。で、あくまでこれ110条の判断基準です。民法110条を引いてください。これ、表見代理の話ですね。
前条1項本文の規定は、代理人がその権限外の行為をした場合において、第三者が代理人の権限があると信ずべき正当な理由があるときについて準用する。こんな規定です。で、この正当な理由の判断基準は何か。もちろん善意無過失なんですけど、その善意無過失をどう判断するのか、これも基本論点です。で、110条は本人の既成性に基づく真実と異なる外形が存在し、その外形を信頼した相手方を保護する表現法理規定であるから、相手方には保護に値する信頼が存在しなければならない。そこで正当な理由とは、代理権の存在を相手方が信じたことに過失がなかったことを意味すると解する。具体的には、丸1、代理権の存在を推測される核となる事情の存在が認められると原則として正当な理由があると言える。しかし、丸2、代理権の存在を疑わせる客観的事情がある場合には、相手方は代理権の存否について調査確認義務が生じ、これを怠った場合に過失があったものとして正当の理由の存在が否定される。で、これ自体知らない方ね、ぜひ論証集とか各自のテキストで復習していただきたいんですけど、要するに110条の正当理由ってね、相手が実印とか持ってれば、無権代理人が実印とか持ってれば原則正当理由ありなんだけど、疑わしいような事情があれば調査確認する義務が生じ、その調査確認義務違反があれば正当な理由が否定されるって構造なんですね。で、今回全然110条の話じゃないんだけど、このね、怪しい事情があれば調べなければならないっていうところは参考になりますよね。だから私は、そのさっきの論証の怪しい事情があれば調べなければならないっていう条理みたいなものをちょっと使って書いたんです。これご高齢ですよね。怪しい事情があるから調査確認すべきだった、信義則上。でも確認していない、そんな信義則違反がある B に無効主張を許すべきではないと書きました。で、もう一つ、禁判言。また B は一度 A に絵画を売っておきながら、転売先を見つけたことにより、 A の自利弁識能力をことさらに取り上げ、無効主張することは禁判言原則にも反する。これ禁判言の方が書きやすいというか、これでもいいですよ。で、よって B の無効主張は許されない。こういう結論で持ってきました。で、ここ学習用にあえて理由2つ書いてます。こういうふうに、調査確認すべきだったのにしなかったから信義則違反だってやってもいいし、禁判言だってやってもいいです。でね、この問題でやりたかったのは、旧司法試験なんで複数の回答例が考えられます。この部分もまさにそう。で、レックの回答例も見ておきましょう。この問題集のね、4ページご覧ください。問題集の4ページ回答例見ていきましょう。第1、小問1。1、括弧1について、括弧1、前段について。あ、A は B に対して法律行為の無効に基づく原状回復請求として500万円の返還を請求することが考えられる。で、無効な行為に基づく債務の履行として給付を受けた者は、相手方を原状に服させる義務を、121条の2、1項。やっぱりこれは指摘してますよね。で、本件では、A は自利弁識能力を欠いていたときに、AB 間で売買契約が締結されていたため、当該契約は一身無能力によるものとして無効である。3条の2も必ず指摘します。それゆえ、 A の B に対する500万円の支払いは無効な行為に基づく債務の履行と言える。したがって A は売買契約の無効を主張することにより B に500万円の返還を請求することができる。どうです、このレックの回答例と私が書いた回答例ってだいぶ違いますよね、ニュアンスが。でも、核となる条文を指摘しているのは一緒。ここで核となる条文は、この121条の2と、これですね、3条の2ですね。この両方はちゃんと指摘している。これマークしましょうか。121条の2第1項と3条の2。これが核となる条文なんですね。でね、どっちが正しいってわけじゃないんですよ。で、皆様方、いろんな答案をね、ぜひ読んでください。そしてね、いいですか、いいところ、真似できるところ、あとは真似したいところは自分の答案にね、こう取り込む。例えば私の回答例が好きだったらそっち取り込んで、いやいや、レックの方が好きだったらレックの回答例取り込んでいいんですよ。自分自身の回答をブラッシュアップするのが最終目標です。ただね、一般的な傾向から言って、メリハリをつける。
完全に書くことって時間の制約があるからできないから、コンパクトに書けるところは書ける。なので私の回答ではコンパクトになるべく書くようにしてあります。じゃあね、ですね、レックの回答例の続き。過去に講談について。あ、B が A の医師無能力無効を主張し、A に対し原状回復請求として効果以外の返還を求めることができるか。で、無効という効果は原則として全ての人が主張できるものである。やっぱ基本は押さえてますね。全ての人が主張できる。しかし道場は私的自主の原則が妥当しない医師無能力者を保護する趣旨であるところ、医師無能力者の側にだけ無効主張を認めれば上記趣旨は全うできる。したがって道場の無効は医師無能力者の側のみが主張でき、相手方は主張できないと解する。これ何かっていうと、医師無能力だから無効だっていう主張は、取り消しに近いっていう話です。よく考えると、医師無能力だから無効だっていうのと、成年非後見人だから契約を取り消しますって割と似てますよね、ニュアンスとしては。だからこの無効ってのは医師無能力者保護のためのもので、これマークしましょう。医師無能力者を保護する趣旨だから、医師無能力者の側にだけ無効主張を認めれば上記趣旨は全うできる、足りるということです。したがって道場の無効は医師無能力者側のみが主張でき、相手方は主張できないと解する。したがって B の方から A に対して効果以外の返還を請求することはできないということになります。で、この説で書いても構いません。だからいろんな書き方あるんですね。で、全部正解ですよ。私の回答例だって正しいし、この回答例だって正しい。間違ってないわけです。で、自分の好きな説とか現場で考えついた、これね、割と本に載ってないところなので、現場で考えついた説で書いていって構いません。で、この講座ね、もちろん論文の書き方もそうなんですけど、知識を増やすことも目的です。で、せっかくこのレックの回答例で医師無能力者のみ主張できるっていうのがあるので、これ書いといてください。これ取り消し的無効と言います。要するに無効なんだけど取り消しに近いから、そのね、医師無能力者のみが主張できるよ。取り消し的無効って言います。取り消し的無効ね。これね、民法改正前の民法を学んでた人は割と常識だったんですよ、取り消し的無効。ちょっと歴史の話しますと、今錯誤の効果は取り消しですけど、昔無効でした。昔はね、取り消し的無効だった。無効なんだけど錯誤した人だけが言える。まあ、そういう概念は錯誤ではなくなったんですけど、いまだに生きてます。取り消し的無効ということで書いていってもいいでしょう。いいでしょうか。じゃあどんどんいきますよ。じゃあ問題に戻りましょう。第1問の過去にです。 A が B に500万円の返還を請求する前に、 A の責めに帰することができない事由によって効果以外が滅失していた場合に、 A の B に対するこの返還請求は認められるか、 B から予想される反論を考慮しつつ論ぜよという問題です。で、過去にちょっと答案構成じゃないけど図も使いながら考えていきましょう。で、これ無効ってことは、無効だから A を B に当然500万円返せと言えて、 B は A に A を返せと言えます。で、この A を返せなんだけど、 A の手元の A がなくなった場合、これどうなるかという問題です。で、 A が B に A を返すという債務が履行不能になったから、これね、 B は A に A の値段を返せって言えるんじゃないかって気がします。これ A を返せじゃなくて、これ価格を返せ。
これ言えるんじゃないか。で、ここはあくまで問題文の聞き方は、A は B に500万円の返還を請求できるかってことなので、価格返還と500万返してどういう関係にあるか。これね、B の立場になって考えてください。はい、B さんは500万円返せって言われたら、A 返してくれたら500万円返すよって言いたいですよね。で、A がないって言われたら、じゃあ A の代わりに A の価値を返してくれるなら500万返す。つまり、同時履行関係だって B さん言いたくないですか？だから B の反論としては、A がなくなったんだったら価値返してください。返してくれないと、これと同時じゃないと500万円は返しませんよっていう、これとこれの同時履行を言いたいですね。同時履行の公弁です。これ言いたい。これが B から予想される反論になります。で、ここね、いろんなぐちゃぐちゃ考えた人いるかもしれない。いや、 A 改正の A がなくなってるから危険負担の問題だ、 A さん奇跡性ないしとか考えたかもしれないんだけど、これね、危険負担引っ掛けですよ。それ実は条文を1個見つけられればというか、思いを馳せられればそれで正解。121の2、3項です。121条の2、3項。これ不当利得の督促だから、向こうの場合はこの督促が適用されて、いきますよ。第1項の規定にかかわらず、行為の時に意思能力を有しなかった者は、その行為によって現に利益を受けている限度において返還の義務を、行為の時に制限行為能力者であった者についても同様とする。あ、意思能力なかったから現存利益を返せばよい。で、絵が燃えちゃったら現存利益ないですよね、これ。だからこれは121の2、3項で現存利益に制限されてる。まあ、答案構成でここまで細かく書かなくていいんだけど、ちょっと書きますか。現存利益に制限。ということは、返さなくてよい。ということは、絵を返せの代わりに価格変換がないから、そもそも同時にやるものがないから、これも通らないということになります。だって同時にやる、 B さんが A さんに請求する権利がないから、同時履行の前提を書くということになります。いいでしょうか。じゃあ第2、設問1の括弧2を私の回答例の方でとりあえず見ていきましょう。今日お配りしたレジュメの2ページ目の続きを見てください。設問1括弧2、 AB の売買契約が無効であるから、 A は B に絵画を返還する義務を負い、 B は A に金500万円を返還する義務を負い、これらは公平の観点から同時履行の関係にある。533条類推適用。533条引いてください。総務契約の当事者の一方は、相手方がその債務の履行、債務の履行に代わる損害賠償の債務の履行を含むを提供するまでは、自己の債務の履行を拒むことができる。ただし相手方の債務が弁済期にないときはこの限りでない。で、これあくまで総務契約の双方の債務、いや、損害賠償について適用される規定で、向こうの原状回復は直接の対象になっていない。
だから533条類推と書いています。でこれ自体論点なんです。でこれ自体論点なんだけど、今回ねメインじゃないですよね。これメインじゃないからあっさり公平の観点から同時履行の関係にやるとものすごいあっさり書いています。いいでしょうか。なのでこれね、論点もメインじゃなかったらあっさり書く、これがメリハリ付けです。ちょっとイメージ湧かない人いると思うんで、これもご説明しておきましょう。論証集のね118ページ見てください。そもそもね、この無効の原状回復請求同士が同時履行の公弁に同時履行関係にあるかどうかっていうのが論点なんですね、論証集の118ページです。第2章契約の効力1同時履行の公弁権、論点1同時履行の公弁権の成立。せっかくなんで見ていきましょう。問題提起、行為能力制限または錯誤詐欺脅迫に基づく取り消し権によって総務契約が取り消された場合、当事者は双方が有する原状回復請求権について同時履行の公弁権を主張することができるか。で533条の趣旨は、総務契約において履行上の権連性を持たせることにより当事者間の公平を図る点にあると解されるところ、この趣旨は総務契約が訴求的に無効となったために当事者双方が原状回復請求権を有するに至った場合にも妥当する。したがって総務契約が取り消されたために当事者双方が原状回復請求権を有するに至った場合は533条類推適用により同時履行関係が認められるってことになります。でこれ自体論点なんですけど、こんなに大展開することもあれば、さっきの回答例みたいにちょこっと書くこともある。なので論証は短くも長くも書けるようにしてください。ただそれ論証集見て練習するんじゃなくて問題演習の中で身につけていくってことです。慣れればできます。慣れです。いいでしょうか。じゃあちょっと回答例戻りますね。でこれめちゃくちゃ短く書くと公平の観点から同時履行の関係にあるってことになります。しかし A の B に対する絵画の返還義務は履行不能になっている。 B の立場からは A は絵画の現物返還が不可能である以上は価格の償還義務を負い、それと500万円の返還は同時履行関係にあると主張してくると考えられる。しかし A は売買契約締結当時意思無能力であった以上現存利益の返還義務を負う。これは絶対指摘したい。121-2(3)項。A の攻めによらずして絵画が滅失している以上 A には現存利益はなく A は何らの返還義務を負わない。でこれね、攻めによらずして別に書かなくてもいいんだけど、私は一応入れたかったんですよ。なんでかっていうと、これね、あの現存利益って論点思い出してほしいんですけど、生活費に使ったら現存利益ありだけどギャンブルに使ったら現存利益なしですよね。この人例えばね、絵画を売って生活費の足しにしていたら現存利益ありになっちゃう可能性あるんですよ。だからそうじゃなくて、ボって燃えたってことは現存利益がないんだよ、攻めによらずして。ってことを書きたかったので一応これ書きました。で結論として B の同時履行の主張は前提を書く。よって A は B に500万円の返還請求ができるってことになります。いいでしょうか。でこれレックの回答例も見ていきましょう。テキスト4ページですね。でこれはほとんど似てます。2の括弧2について、括弧1、効果以外が滅失したために A が現物返還できない場合であっても A の B に対する500万円の返還請求は認められるであろうか。括弧2、 A の請求に対して B としては効果以外の現物返還が不可能である場合には価格返還をすべきであるから、この価格返還義務と500万円の返還義務との同時履行ないしは相殺を主張することが考えられる。でほとんど似てますよね。で例えば私の回答例がレックの回答例より良いところは、一応論点だって意識して公平の観点から同時履行関係にあるって一応簡単な理由付けをして、論点だっていうことを意識してる。一方レックはそこは抜けてるんだけど、総裁っていう別構成は考えられてる。まあこういうふうにいろんな答案って一長一短なんですね、いろんな答案読んでください。じゃあ次、しかし A は本件売買の時に意思能力を書いていたのであるから現存利益の限度で原状回復義務を負うに過ぎない。これは絶対指摘。これまさに核となる条文121条の2第3項前段。
そうすると本件において、甲斐が A の攻めに帰することができない事由によって滅失しているため、現存利益はなく A は B に価格返還義務を負わない。で、5ページ目、括弧3。したがって B の反論は認められず、A は B に500万円の返還を請求することができるということになります。で、なんとなく分かってきました。別に論点もあるんだけど、条文を書いて当てはめをするっていうのが中心の問題なんだなって感じがしますよね。結構条文に当てはめるっていうのは重要なんですよ。じゃあ最後の設問。2ページにも目に戻って設問2。AB 間の売買契約が履行された後、A を被後見人とし、C を後見人とする後見開始の審判がされた。AB 間の甲斐がの売買契約に関する C、後見人による取り消し、無効の主張、追認の可否について論ぜよ。で、これなんだけど、取り消しできる？これ。取り消しってのは制限行為能力者のした行為できるんですね。で、A さん一心無能力だったけど、これまだ成年被後見人になってない頃の売買契約だから取り消せるわけない。それを素直に書いていただければ、まず取り消しはいいということです。答案構成していきましょう。で、まず取り消し、これ当然罰、行為能力あり、行為能力当時ありでいいかな。ってことになります。じゃあ無効主張、これ成年後見になる前なんだけど、なる前の無効なんだけど、無効っていうのはいつでも主張できますよね。で、これ後見人は代理権があるから、成年被後見人の主張は全部代わりにできるはず。で、これ代理権の条文を書いてやればいいんですよ。で、これが859条になります。8591個。859条1項をご覧ください。後見人は被後見人の財産を管理し、かつその財産に関する法律行為について被後見人を代表する。これ包括的代理権、代表取締役も包括的代理権持ってますよね、会社の。で、成年後見人も包括的代理権なので代表するという表現をされています。ただ代表でも一緒、当然本人の無効主張もできるからこれもあるです。で、問題は追認で、これ私はレックの買い取ると全然構成を変えました。ついに。で、まず条文です。無効な行為って追認できるんですか？これできないですね。119条を見てください。無効な行為は追認によってもその効力を生じない。ただし当事者がその行為の無効であることを知って追認をしたときは新たな行為をしたものとみなす。で、私の方の回答例は118条に素直に書いてみました。どういうことかというと、追認できないよと。ただし追認すると新たな行為をしたものをみなす。新たな行為というのは要するに A の側が売買契約の申し込みをしたと考えられるということです。ただし A が売買の申し込みをしたとみなせる。でね、これ追認と何が違うかっていうと、 A が新たな行為をしたってことはですね、
相手方の承諾がないと売買契約成立しますよね。そこが違う。追認できるかできないか。じゃあ B は、これ承諾拒否したらどうなるか。承諾拒否できるかっていうと、これね、承諾拒否できるって結論でもいいです。ただ私はさっきと同じで、禁半券。B から持ちかけて、A がね、新たな売買の申し込みをしたとみなすと、それを拒否できるってのはおかしいということで、禁半券から、B は必ず承諾。まあ、こんな感じで落ち着けようと思いました。私だったらこんな感じで書いていきます。じゃあこれもね、私の回答例から見てください。第3設問2です。まず1、取り消しの主張。で、A は契約当時、契約締結当時、成年非後見人でなかった以上、当該契約は行為能力があったといえ、C は取り消すことができない。で、なんで9条120条1項参照になっているかというと、成年非後見人だったら取り消せたんだけど、そうじゃないよということで参照って書いてます。で、2、無効の主張。前述の通り AB 間の売買契約は無効である。そして後見人は財産に関する法律行為について非後見人を代表するため、 C は AB 間の売買契約の無効主張ができる。で、追認の可否。無効な行為は追認をしても効力は生じない。119条。ただし、新たな行為とみなすことができる。したがって後見人が追認すると、それは新たな売買契約の申し込みとみなされる。でね、もともと A さんは売買契約を申し込んだのか承諾をしたのかわからないんだけど、追認して新たな行為になると A から仕掛けてるから、まあ申し込みってみなされるでしょう。で、3ページ。そして設問1括弧1、後段で述べた通り、 B は一度 A に絵画を売っておきながら、 A の後見人 C が当該売買を新たな契約として有効にしようとした際に、それを拒絶することは禁半券原則に反する。よって B は信義則上 A の売買契約の申し込みに応じる義務がある。まあ、こんな感じでまとめました。まあ、これ一つの回答です。で、レックの回答例も結論はほぼ同じなんだけど、ちょっと違う。レックの回答例なので、問題集の5ページご覧ください。第2小問2、ここはほとんど同じ。1、取り消しの主張。後見人は成年非後見人の法律行為を取り消すことができる。しかし本件で AB 間の売買契約は後見開始の審判がされる前に締結されており、成年非後見人の法律行為に当たらない。したがって C は AB 間の売買契約を取り消すことができない。で、2、無効の主張。AB 間の売買契約は A が契約当時意思無能力であったため無効である。AB 間の売買契約は後見開始の審判がされる前に履行されているが、後見人は財産に関する法律行為について非後見人を代表する。これマークしましょう。859条1項。したがって C は AB 間の売買契約の無効を主張することができるってことになります。で、次、3、追認の可否です。括弧1、無効な行為は追認をしてもその効力を生じない。これは絶対指摘したいところです。でね、レックは追認できるっていう結論に持ってってます。まあ、これはこれで一つあります。しかし、制限行為能力者制度の下では後見人は非後見人が行った取り消し得る法律行為の追認をすることができるところ、自利弁識能力を欠く者の法律行為が後見開始の審判がされる前になされたか否かという偶然の事情によって結論に差が生じるのは不当である。これ何を言ってるかというと、要するにタイミングによっては取り消し追認だったのに、無効になった瞬間追認できないとちょっとおかしいと、バランスを欠くという主張です。で、過去にここで122条が保護者による追認を認めているのは、制限行為能力者制度により保護されるべき被害者側からの追認であれば、そのものに不利益とならないと考えられたためであり、かかる主は意思無能力を理由に
法律行為が無効となる場合にも当てはまると考える。前述の通り意思無能力による無効は表依者保護を図るためのものであるところ、保護される側からの推認を有効と扱っても、そのものが不利益を受けることがない点は同様と言えるからである。若干テクニカルだけど、要するに追認を有効と扱っても不利益を受けることがないんだよってことを書いて、122条の累推適用でこれ書いてます。122条の累推適用により後見人である C は AB 間の売買契約を追認することができる。まあ、こういった見解です。で、こういった結論でもいいですし、こういった理由付けでもいいです。複数回答の筋があります。じゃあ最初の問題だったんですけど、どうですか？これできそうじゃないですか？旧司法試験の問題だってね、頑張ったら書けそうですよね。で、その一方でやっぱ典型論点からひとひねりあります。そのひとひねりをなんとか結論をつけて理由付けを考えて書いていく、それが要求されます。そしてその理由付けは私の答案とレクの答案見比べたら分かる通り複数ある。なのでぜひね、それも現場で考える訓練っていうのもこの講義でしていただきたいというところです。あとはやっぱり事案処理の練習、事例を条文使って処理していく、その訓練も論文の力の養成にはすっごい重要です。いろんな事例にね、触れてってください。いいでしょうか？じゃあ行為能力絡みがもう一問あります。第2問6ページですね。これ A、17歳は親の同意を得ないで B からバイクを購入した。その際 A は B に対し、自分が未成年者であることを秘し、成年者であるかのような素振りを見せていた。 B は A の要望等から A が高校生であるとは思っていたものの、代金を支払ってもらえるなら構わないと考え、A の代金支払いと引き換えに当該バイクを A に引き渡した。A はしばらくこのバイクを乗り回していたが、事故を起こし使用不能状態にしてしまった。契約締結から6年後に A は未成年を理由に B との契約を取り消したが、取り消しからさらに4年経って B に代金の返還を請求した。A のかかる請求は認められるかという問題です。これレクオリジナル問題です。で、未成年者の詐術とか取り消し権の時効とか、そういった論点を出したいための問題になります。で、ランクとしては B ランクです。で、A は要するにお金取り戻したいんですね。バイクは壊しちゃったけどお金を取り戻したい。その前提として A は未成年者を理由に B との契約を取り消しています。で、そもそも契約取り消せるのか。だって未成年者であることをこれ非し、しかも成年者であるような素振りをしていた。まず詐術が問題になります。民法のですね、21条を見てください。制限行為能力者が行為能力者であることを信じさせるため詐術を用いたときは、その行為を取り消すことができない。で、まずこの詐術に該当するか、これを書いていきます。で、答案構成しますよ。これさ、詐術21ハテナと書きます。で、これ判例の規範書く。で、判例の規範すぐ書ける人はここでね、判とか書いて、答案構成は判って書くにとどめて、いきなり答案用紙でね、判例の趣旨を書く。あれですよ、単なる黙秘は含まれないが、他の言動と相まって誤信を強めた場合は詐術に当たる。あれを書く。じゃあ今回詐術に当たりそうなんだけど、結論として相手は騙されていないですよね。見抜いてるから、
これ見抜いた場合は取り消しできるんですね。判例だと当たりそうなんだけど、相手は知っている、 B は知っていたということで取り消しかです。じゃあ次、時効ね。で、契約締結から6年後に A は未成年を理由に B との契約を取り消した。で、これ A の本人取り消しです。で、126条を見てください。取消権は追認をすることができるときから5年間行使しないときは時効によって消滅する。行為のときから20年を経過したときも同様とするってなっています。で、これなんだけど、まず取消権6年経ってるから時効消滅してます？これ取消権自体は消滅してないですね。6年後の行使でもいい。なぜか、まずね、126条の取消権の5年間の起算点は追認をすることができる時からです。で、今回 A さん本人が追認してますよね。 A さん追認できるのは124条1個見てください。取り越すことができる行為の追認は取り消しの原因となっていた状況が消滅し、かつ取消権を有することを知った後にしなければその効力を有しないってなっています。ってことはどういうことかっていうと、簡単に言うとね、未成年者は成年になってからじゃないと追認できないんですよ。ってことは成年になってからまだ3年間ですね。今まだ、成年は20歳ですからね。だからこれ取り消しはできるってことになります。なのでここで追認できるときは20歳だ。なので124条1個で、成年になるっていうのは4条ね、現行4条だから3年以内に行使だから、これついに OK です。5年以内は行使している。で、問題は取り消しから4年経って代金の返還なんだけど、代金返還請求権の時効の起算点、代金返還請求権は5年で消えますけど、これは契約時なのか、取り消し時なのかっていう問題です。代金返還請求の時効のスタート、これが問題になります。で、これなんだけど、まあ論証集の34ページになります。で、やっぱりね、すいません、論証集は次回以降も持ってきてください。この論証集でね、やってた方がいいですね。論証集は次回以降も持ってきてくださいね。定義集はいらないです。34ページ論証集に、無効な法律行為の取り消しの効果です。論点、取り消しにより生じた原状回復請求権の時効期間、この論証を書いていただければいい。取り消しにより生じた原状回復請求権の時効期間をいかに回するかということになります。126条では法律関係の早期安定を趣旨として時効期間を5年と定めている。かかる趣旨からすれば、取り消しにより生じた原状回復請求権も追認をすることができるときから5年の時効に服すると回することもできる。しかし取消権の行使により無効が確定するのであるから、上記趣旨は達成されているということができる。そして原状回復請求権は取消しの結果生じる債権と認められる。ということで、
取り消しにより生じた原状回復請求権の時効期間はいいですか？最初の契約時からじゃなくて、取り消し権を行使した時から5年間。だからまだ、大丈夫ということになります。で、これ論点で、これね、答案用、構成用紙だったらローで、これ問題ない OK ということになって、回答用紙にバッと書いていくということになります。で、これは論証を吐き出すだけの問題なんで、特に私の回答例はご用意しておりません。レックの回答例で見ていきましょう。レックの回答例8ページ目、問題集の8ページ目です。で、まず最初ね、丁寧に書くんだったら、この原状回復義務の条文とかを、一つ一つ指摘をしていきます。無効な行為に基づく債務の履行として給付を受けたものは、相手方を原状に復させる義務を、この121条の2の第1項、これマークしておきましょうか。そこで A としては B に対して、法律行為の無効に基づく原状回復請求として代金の返還を請求することが考えられる。で、本件では AB はバイクの売買契約を締結し、 A は債務の履行として代金を支払っている。で、そして契約の時、A は未成年者であったためにもかかわらず、親の同意なく本件契約を締結したため、その取り消しによる本件契約は無効となる。よって B に原状回復義務が生じるため、 A の請求は認められることになる。でね、このレックの回答例はまさに規範と当てはめという形で正しいんですが、そんなに難しくない規範当てはめの場合、分けると同じこと2度繰り返しているようにも見えちゃうんですよ。なので、これ合体させて、例えばね、ここなくして、こっちに121条の2項、121条の2、第1項、原状回復義務の後に括弧で入れればなんとかなる。だから、ここは別に省略もできます。でね、今口頭で申し上げたけど、結構答案って短くできることがあります。でね、もしこれから模試とかでこの答案ちょっと冗長だなっていう場合は、自分で答案を添削してみてください。もっとコンパクトにできないか。で、今の予備試験、司法試験時代はなるべくコンパクトにして、当てはめをたくさん書いた方がいいです。レベル1のレベルの問題は当てはめあんまりないんだけど、レベル2、3になると当てはめすごい増えますので、こういった理論的な部分はコンパクトに書く、その方式でいってください。じゃあ2の括弧1、最も本件では A は B に自分が未成年者であることを必死、成年者であるかのような素振りをしていた。そこで A は本件契約に際し、詐述21条、これマーク、これがやっぱキーとなる条文です、を用いたとして例外的に自己の行為を取り消すことができないのではないかということになります。で、括弧2、21条の趣旨、これね、書けるんだったら趣旨から書いていきましょう。21条の趣旨、これマークしましょう。で、ここもマーク。相手方の犠牲のもとに詐術を用いた制限能力者を保護する必要はない。まあ、そりゃそうですよね。との価値判断にある。でね、21条の趣旨なんかいちいち覚えてはいないと思うんですよ。これね、現場でね、書いてください。言い方悪いですけど、私よく言ってます。分かんないものは現場ででっち上げてください。趣旨なんでそうです。で、民法の趣旨って極めて常識的ですよね。だって、これも詐術を用いた人を保護する必要がないってことだけですよね。で、もうちょっとかっこよく言うと、相手方のことも考えて、相手方の犠牲のもとに詐術を用いた制限能力者を保護する必要はない。まあ、似たようなことを書ければいいんです。で、そのため詐術を用いたには、制限行為能力者が普通に人を欺くに足りる言動を用いて、相手方の誤信を誘起し、また誤信を強めた場合をも包含し、で、この次の有名な判例のフレーズ、これぜひ書けるようにしてください。単に制限能力者であることを黙秘するだけでは詐術には当たらないが、制限能力者の、これマークしましょう、他の言動と相まって相手方を誤信させ、または誤信を強めた場合は詐術に当たる。これぜひね、
似たようなことを書けるようにしてください。黙ってるだけだと詐術ではない。でも他の言動と相まって誤信を強めた場合は詐術にあたる。で、過去さん、本件では確かに A は未成年者であることを秘しただけでなく成年者であるような素振りを見せている。これ当てはめて部分ね、規範と当てはめていいですよね。一般論が規範で具体的な事情に、この規範が当てはまるかどうかが当てはめという部分ね。この括弧3が当てはめ。本件では確かに A は未成年者であることを秘しただけでなく成年者であるような素振りを見せている。しかし B は A の要望等から A が後世であると思っていることから B は誤信したとは言えず、他の言動と相まって B を誤信させまたは誤信を強めたとは言えない。というかそもそも誤信してないんですよね。したがって A は詐術を用いているとは言えず、本件契約を取り消すことができる。まあ条文解釈から言うと誤信してない場合は詐術を用いているとは言えないという言い方をします。ただね、ここ言い回しはいろいろあるんで、例えば詐術は用いてるんだけど誤信していないから21条の適用がないとか、そう書いても別にいいですよ。なぜなら誤信してない人を21条で保護する必要はないからだとかね、そんな感じで書いてっても別に構いません。じゃあ3の括弧1、時効の話。そうすると A の取り消しにより本件契約は無効となり、 A および B は原状回復義務を負い、 A は B に対し代金返還請求権を取得する。しかし A の返還請求権は時効により消滅してないか、時効の問題です。で、126条は絶対指摘してください。これマークです。126条によると、行為能力の制限による取り消し権は追認をすることができるときから5年間行使しないときは時効により消滅する。追認をすることができるときとは制限行為能力者については取り消し原因が消滅し、かつ取り消し権を有することを知ったときである。この124条も指摘したい。1項2項で、未成年者の場合には成年となったときからスタートだ。これも指摘してくださいね。成年となったときから5年間の起算点がスタート。 A は上記期間内に取り消しの意思表示はしているものので、次9ページ、その期間内に返還請求をしていない。そのため A の返還請求権は時効により消滅しており、 A の請求は認められないのではないか。で、この点についてここ論証ですよね。で、よくあるのがこれ別個独立の権利、ここマークしましょう。取り消し権行使による生じる原状回復請求としての返還請求権は取り消し権とは別個独立の権利までマークしてくださいと考える。つまり126条はあくまで取り消し権についても期間制限であり、返還請求権の消滅時効は取り消し時から進行を始め、債権として166条1項が適用される。これマークしましょう。返還請求権の消滅時効は取り消し時から進行を始め、債権として166条1項が適用。だから物返せっていう権利は取り消してから5年間で時効になるってことです。そのため取り消し権行使後の原状回復請求権は取り消しの時点で権利を行使することができることを知っているといえ、5年の時効制限の時効期間の制限を受ける。括弧2番、本件では A は取り消し権行使後5年以内に返還を請求しているため、当該返還請求権は166条1項1号の消滅事項にはかからない。で、4、ここで A が B に対して返還債務を負っているバイクは使用不能となっているため、で、あ、ここも書かなきゃいけないですね。そうだ、バイクは使用不能となっているため B はかかる債務と同時履行関係にある代金債務の履行を拒絶できるとも思える。で、これ第一問でやったのと全く一緒、現存利益がないってことを書けばいいだけ。しかし未成年者取り消しにおいては、未成年者は現に利益を受けている限度においてのみ返還の義務を121条の2第3項後段、これマークしてください。したがって A は使用不能状態のバイクを返還すれば足りるため B は代金の返還を拒絶することはできない。5、以下により A は B に対して代金返還を請求することができる、まあ、そういったことになります。よろしいでしょうか。なんか同じような論点も繰り返し出てきてますよね。これで分かってくらい出てくるんで、実はねこの問題集やればかなり力つきますので、ちょっと苦しいですけど頑張っていきましょう。10ページ第3問いきますよ。ちょっと古い昭和48年の旧試です。でもこれね基本問題としていい問題、レベルは
1なんだけど、典型問題なんだけど、典型論点の組み合わせなんでちょっと書きにくい。第3問見てください。A は代理人 C を通して B から土地を購入したが、A は自己名義にするのを嫌って C 名義に移転登記をし、そのまま数年を得た。その後 C は D から借金し、その土地に抵当権を設定した。右、仮違約金債務不履行のためその土地は競売され E が経絡した。 E は所有権を取得できるかという問題です。これ A ランクです。これ典型論点の組み合わせなんだけど、すごく大事、 A ランクです。で、これなんだけど、代理人 C を通して B から土地を購入したんだけど、この部分って別にね、特に結論影響ないですよね。ノイズなんですね。問題は A が自己名義にするのを嫌って C 名義に移転登記をした。ということで、第3問図書いていきますね。だから本当は所有者が A なのに、なぜか虚偽の登記をした。で、虚偽登記なんだけど、AC に通謀も意思表示もないんですね、これ。通謀なし。で、これ虚偽です。で、その後 C は D から借金し、この土地に抵当権を設定だから、D はこの虚偽の登記を信じて抵当権を設定した。で、右仮入金債務不履行のためその土地は競売して E が経絡。こういう事例です。で、これね、通謀がないってことは94条2項累推適用で D が保護されるかって問題だと分かるはずです。 D が保護されると D が抵当権を取得できるってことになります。ただですね、ここね、所有権じゃないから勘違いしやすいんだけど、権利の流れだけ見るとこうなってますよね。ここ通謀ないんだけど、94条2項の話になって、つまり94条2項累推適用に第三者と転得者がいるパターンになってるんです、これ。ということは、DE 全員悪意で4パターンありますよね。だから D と E の全員悪意の場合分けもしなきゃいけないんだっていう問題なんですよ、これ。善悪意で場合分けして論証を書いていくっていうことと、あとやっぱり94条2項累推の話もしなきゃいけない。で、聞かれてるのは E が所有権を取得できるかです。で、これ私だったら D の全員悪意で大きく場合分けをします。なぜかというと D が悪意なら E は善意でも悪意でも所有権取得できるから。で、D が悪意なら E は善意じゃないと取得できない。ということで場合分けを書いていきますので、私だったらこう書きます。これね、場合分けして、私だったらこれ。
まず1番として D 善意。の場合を書きます。で、括弧1、これ D の定当権取得できるかっていう論点を書きます。で、これはまさに94条2項類推適用を書くだけ。の論点を書いて当てはめをするだけ。で、そして結果 D が善意だから D は定当権取得。で、括弧2で E が所有権取得できるかなんだけど、 E が善意なら取得できるのは当たり前で、悪意でも取得できることを書く。これも論点ですね。で、次に D が悪意な場合。D が悪意で E 善意だったら、これは E が第三者かってことですね。E が94条2項の第三者かという論点を書いて、第三者に当たるから、これも論点です。当たるから善意なら保護という結論になります。答案構成からで骨組みはこんな感じですね。ただこの各々の論点が怪しいって人はね、これぜひね確認してほしいです。じゃあこれね、まだそんなによく知らないっていう方もいらっしゃると思いますので、少し論証集で見ていきましょう。まず94条2項類推適用の箇所については15ページ、論証集15ページに書いています。論証集15ページご覧ください。論証集15ページの論点7というところです。94条2項類推適用意思外形対応型です。問題提起。虚偽表示の要件である通謀や意思表示がない場合にも、虚偽の外観を信頼して取引関係に入ったものを保護することができないか。94条2項類推適用の可否が問題となる。これですね。で、論証。虚偽表示の要件である通謀や意思表示がない以上、94条2項を直接適用することはできない。もっとも同条項の趣旨は、真の権利者の既得性のもとに搾取された外観を信頼した第三者を保護する点にある。権利外観法理、94条2項類推適用はまず94条の通謀や意思表示がない以上、94条2項の直接適用できませんよから書いて始まって、でも94条2項の趣旨は権利外観法理にある。だから権利外観法理の3つの要件を満たせば類推適用される。そうだとすれば、虚偽の外観が存在し、その外観搾取につき真の権利者の既得性が認められ、丸三、第三者がこの外観を信頼した場合には94条2項が類推適用される。こういった論証でした。94条2項類推適用ってめちゃくちゃ使うので、ぜひ書けるようにしてください。あと ABCD って4人目がいたパターンの論証が13ページです。で、13ページの一番下の論点5、善意悪意のパターン。善意の第三者から権利を譲り受けた悪意の転得者に対し、真の権利者は虚偽表示による無効主張することができるかという論証です。で、この論証は相対的構成説という説を叩いて自説って持ってってますけど、予備試験とか司法試験において反対説を書く機会は多くはない。なので反対説の部分を書かなくていいことがほとんどです。なので
反対説は無視して14ページ、虚偽の、したがってここね、一度善意の第三者が現れた場合、その第三者が確定的に権利を取得し、転得者はその第三者の地位を承継する。だから転得者は悪意であっても権利を取得できるってことになります。でもう一つ、13ページの真ん中の論点4をご覧ください。譲り受け人悪に転得者善意の場合の第三者該当性、問題提起。虚偽表示の目的物を譲り受け人が悪意で、その転得者が善意であった場合、転得者は第三者に当たるかという問題です。論証94条2項の趣旨は、虚偽の外観を作出した真の権利者の奇跡性を基礎に、その外観を信頼して取引に入った第三者を保護する点にある。また真の権利者は転得者が出現する前に虚偽の外観を取り除くことができるし、虚偽の外観を信頼した転得者を保護する必要性があることには変わりはない。したがって虚偽表示の目的物の譲り受け人が悪意で、その転得者が善意である場合にも上記趣旨が妥当し、善意の転得者も第三者に当たる、まあ、こんな感じで書ければいいということです。ただこの論証はパーツなので、自分なりにアレンジしてもいいですよ。私もね、この論証の言葉遣いじゃなくて違うような言葉遣い使っていつも書いてますので、それはあの自分なりにアレンジしてください。で、論証集複数お持ちの方は別にこれ使わなくてもいいですよ。別の論証でも構いません。で、あとね、ちょっと回答例に入る前に、94条2項の、まあ、類推じゃなくていいんですけど、本適用の場合の法定承継取得説っていうのをちょっと確認しておいてください。で、これを意識して書くとすごくいいと思います。これが判例の見解です。ちょっとまとめておきますね。これ A が B に虚偽表示で何らかの所有権を移転して、で B が C に、例えば A が B 名義の登記に移した土地を C に売った、で C が善意、この場合 C が保護されて、 C は本来は A のものだったのに A の土地を手に入れます。 C は94条2項で保護されます。で、この場合どうやって所有権って移転します？ A が自分の土地の登記を AB の通報のもとに B を移して、 B が C に言って C が善意だった。これね、判例の見解はここは有効になるんじゃないですよ。ここは無効のままです。虚偽表示なんだから。ここは無効のままなんだけど、判例の見解は94条2項の効果として A から C に直接所有権が移転するんですね。の法的効果として所有権が移転。もうこれ基本事項ですけど、あ、確認できてないなって方はぜひこの機会に覚えておいてください。94条2項の法的効果として、真の権利者から直接第三者は権利を取得します。これを意識できるとちょっと問題も解きやすい。これを、法定承継取得説と言います。反対説は順次取得説で、 AB が有効になるって考え方ですね。よろしいでしょうか。ただですね、これを踏まえた上で後半は回答例から見ていきましょう。ここで10分間休憩いたします。お疲れ様でした。それでは後半始めていきます。
じゃあさっきの問題のね、解答例、私の解答例の方から見ていきましょう。今日のお配りしたレジュメの3ページ目の第3問ってところですね。で、私の解答例はさっきお示しした通り、まず D。D が善意か悪意かで場合分けします。なので、やり方として、まず、抵当権が D にあるかどうかを考えて、その上で E の経絡が、有効かどうか見ていきましょうってことです。で、D が善意の場合、結論見えています。これ94条2項累進適用で D が保護されて D が抵当権取得する。で、括弧1で D の抵当権について見ていきます。A は本来所有権が自己にあるにもかかわらず C 名義に移転登記をし、虚偽の外観ですね。その後数年経過した。そして C は当該土地に D のために抵当権を設定した。で、ここで C に土地の所有権がない以上、CD の抵当権設定契約は無効である。で、ここ丁寧にいきましょう。そもそも D の抵当権設定契約が有効で、みんなに対抗できるんだったら、94条2項累進なんか論じる意味がない。で、なんで D が抵当権設定が無効かというとね、抵当権設定契約って物件契約です。で、物件契約ってのは当然ね、物件の処分権限があるものと締結しなければ無効なんですよ。それはそうですよね。だって所有権のない人から物買ったって所有権取得できない。それと一緒で、所有権のない人と抵当権設定契約をしても抵当権は取得できないんです。これね、意外とね、抵当権だと分かんないって人いるので、よくよちょっと理解しておいてくださいね。じっくり考えるとそんなに難しい話ではない。なので、ここで C に土地の所有権がない以上、 CD の抵当権設定契約は無効である。しかし D は C 名義の登記を信じて抵当権を設定したのであるから、何らかの条文によって保護されないかという問題です。で、この点 AC 間に通謀も法律行為もない以上、94条2項で D を保護することはできない。今回94条2項直接適用の事例ではない。AC 間に通謀がないから。いいですか？要するに94条1項2項の話っていうのは、今回でいう A と C が一緒に、よし、C さんに登記移そうぜ、いいぜって言った、そういう事案ですよね。そうじゃない。しかし、94条2項が第三者を保護した趣旨、ここから考えるんですね。は、1、虚偽の外観の存在。2、虚偽の外観を作り出したことに対する本人の既成性。3、虚偽の外観に対する第三者の信頼があるときに、虚偽の外観通りの法律関係を形成して第三者を保護するという権利外観法理にあるということになります。とすれば、この3つの要件があれば94条2項を累進適用して保護すべきである。で、この規範を立てて次のパートで当てはめ。ただ、これ九死の昔の問題っていうのは事案が書いてないんですよ。なので当てはめを仮定的になる。例えば C が善意無過失なら保護されるとかね、仮になんちゃらならどうなるって書き方をすることが多くなります。レベル1の問題はここで、1、 C 名義の移転登記という C の所有権を伺わせるような虚偽の外観があり、2、1を作出したのは A の故意によるものである。そこで3、 D が虚偽の外観につき善意であれば、 D は94条2項が累進適用され保護されると解する。なお、94条2項の条文に無過失が要求されておらず、 A の既成性も大きいため、 D の保護要件として無過失は不要である。で、ここの最後なんですけど、これね、論点になっているところは一言でも入れ込む。これね、昔の私のゼミ生がね、すごくいいこと言ってた。司法試験の答案っていうのはフィギュアスケートだって。何かというと、フィギュアスケートってありますよね、冬のオリンピックで。あれの採点っていうのは、この技をやったら何点、この技をやったら何点って決まってるんですよね。司法試験も一緒で、この論点書いたら何点、この論点書いたら何点って決まってるんですよ。で、94条2項累進適用の論点はめちゃくちゃ点数があるんですけど、その他にそもそも94条2項の第三者として保護されるためには無過失が必要かって論点があります。すごくちっちゃな論点なんですけど、一言理由をつけて触れると、この無過失の点数が入るわけですよ。だから点数を稼ぐために
1行でもいいから入れ込んでおきましょう。言い方悪いけど、あざとく入れ込んでください。だからもう書く、書いた方が点数になります。じゃあ D が保護され正当権取得するでいいんだけど、ここもあざとく入れ込む。誰から正当権取得するか、法定承継取得説もここで入れ込んでおきましょう。それが次の場所。そして94条2項累推適用の効果として、本人 A から直接 D に権利移転が生じるため、 D は A を定当権設定者とする定当権を取得する。 A から D に定当権行きますので A が設定者になります。で、法定承継取得説をなんであざとく入れ込んだかというと、次を書きたかった。このように AD は当事者同士の関係であるため、 A から D に直接移転しているということは AD は当事者、 D が保護されるために登記も不要ということになります。で、これはね、94条2項の第三者として保護されるためには登記が必要かというちっちゃい論点があるんです。で、そこを書きたかったんだけど、でもいきなり登記は不要であるって書いたら浮きますよね。で、いきなり書いたら浮くってのと、法定承継取得説も書きたかったから、この2つをスムーズに組み合わせたんです。 A から D に直接権利点が生じるってことは AD は当事者だから対抗関係じゃない、登記は不要っていう流れで入れ込みました。このあたりもね、工夫です。で、はっきり言ってね、真似てもいいんですよ、回答例って。自分で真似れそうだなとか、ここ使えるなって思った分、どんどん真似てください。いいでしょうか。で、とにかく D は定当権を適法に取得しました。じゃあ括弧に E の所有権について、で、これ E が善意でも悪意でも取得できます。 D の定当権が有効であるため E の計略も有効であり、 E は所有権を取得する。ただ E が悪意の場合取得できるかというの論点になっているので一応書きます。なお E が悪意の場合でも当該結論は左右されない。前者 D が定当権を取得した時点で確定的にそのものに定当権が帰属するので、さらにその土地を計略した D は悪意であっても有効に所有権を取得できるってことになります。じゃあ次、 D が悪意の場合を考えていきましょう。 D が悪意の場合、括弧D の定当権です。 D が悪意である以上94条2項累推適用されず D は定当権取得できない。じゃあ E は保護されるかって問題ですね。で、4ページで括弧に E の所有権で、 E が悪意だったらもちろん保護されないんだけど、では E が善意である場合転得者 E は保護されないか。まず転得者が94条2項の第三者に含まれないか検討するが、含まれると解する。あの、第三者って3人目って意味じゃなくて、虚偽表示の当事者以外のものっていう意味だから、転得者も当然第三者なんです。で、仮に転得者が第三者に含まれないとすると、転得者はその前者に債務不履行責任を追及することになり、これ何言ってるかというと、転得者が善意で物を買ったら前の人が悪意だったから所有権移転しなかった、この場合ふざけるなって債務不履行責任追及しますよね。で、法律関係が錯綜するし、虚偽表示を有効と信じて取引に入ったものを保護する必要性は直接の取引相手と転得者の場合とで異ならないからである。なので94条2項の場合の転得者 E は94条2項の第三者として保護される。でも今回累推適用の場合なので一言書いてる。そしてこの理は94条2項累推適用の場合も妥当する。これ累推適用の場合だから一言説明が必要です。よって E が善意であれば94条2項累推適用の結果として E は A から直接当該土地の所有権を取得する。法定承継取得説ということになります。いいでしょうか。せっかくなんでレックの回答例を見ていきましょう。レックの回答例はね、 E と D をまとめて論じているやり方です。結構ね、書き方も違うんですね。問題集の12ページご覧ください。
E が本件土地の所有権を取得するためには D の抵当権が有効であることが必要である。しかし本件土地の所有者は A であり、C は無権利者であるから D の抵当権は無効である。ただね、前振りの書き出しも私の回答例と一緒ですよね。結局無権利者から抵当権、無権利者と抵当権設定契約をしたから抵当権は無効。やっぱりここから書くんです。そのため E は土地の所有権を取得できないのが原則である。で、最も D と E は登記が C 名義であったことから C が本件土地の所有者であると信頼して取引をしたと考えられ、登記に更信力は認められないもののかかる信頼は保護されるべきである。そこで D を保護するための法的構成が問題となるということになります。で、2の括弧1、 D を保護するための法的構成として権利外観法令を定めた94条2項の適用が考えられるところ、本件では AC 間に通謀は認められないため94条2項を直接適用することはできない。まずこれ書きます。ただ類推適用ですね。もっとも94条2項の趣旨は、虚偽の外観を作出した者に外観通りの責任を負わせ、外観を信頼した第三者の取引の安全を保護する点にある。そこで1、虚偽の外観が存在し、2、その作出について本人の奇跡性が認められ、3、虚偽の外観であることにつき第三者が善意である場合には同条項を類推適用することができる。3つの要件。ここで第三者は善意であれば他理無価値である必要はない。なぜなら条文上善意しか要求されていない以上、本人の奇跡性が大きいから。これ書きます。また第三者と本人は対抗関係には立たず、本人の奇跡性も大きいため対抗要件としての登記も権利保護要件としての登記も不要である。で、括弧に。で、ここなんですけど、本人の奇跡性も大きいっていうのを入れ込んでますけど、いろんな理由付けがあります。とにかく無価値はいらない、登記もいらないという論点に触れたというのが重要。括弧2、括弧2です。本件では実態の伴わない C 名義の登記が存在するため、 C が土地の所有者であるかのような1、虚偽の外観が存在する。また A は本件土地の登記名義を自己名義にするのに何ら事実上法律上の支障がないにもかかわらず C 名義に移転登記をしており、虚偽の外観作出について通謀と同視すべき程度の奇跡性が認められる。括弧3、したがって D が本件土地が A の所有であることにつき悪意でない限り D の抵当権は有効であるということになります。3の括弧1では、仮に D が悪意であった場合 E について94条2項の類推適用が認められるかという問題です。括弧2番、94条2項の趣旨は前述の通り権利外観法理に基づくところ、本人に責められるべき事情があり、虚偽の外形を真実のものと信頼した転得者を保護すべきであるという利益状況は本人と転得者の間でも同じである。ということで転得者についても類推適用されるという結論になります。したがって転得者自身について94条2項の類推適用が認められるため、 E は D が悪意であっても自らが悪意でない限り土地の所有権を取得する。4の括弧1、では D が善意であれば E は悪意であっても保護されるか。これが13ページです。括弧2番、転得者自身について94条2項を類推適用できるか否かを検討すべきであるから、悪意である以上転得者は保護されないとも思える。相対的構成を書いて「しかし」でひっくり返します。土地を購入しようとする者は権利関係について調査をするのが通常であるため、転得者は悪意の場合も多い。そして悪意の転得者が権利を取得できないとなると、売り主である第三者に対し債務不履行責任を追及することになるため、第三者にはそのような事態を避けるための調査が求められ、悪意者には譲渡できないことになる。それでは善意の第三者の財産処分の自由が事実上大きく制約され、取引安全のために善意の第三者を保護した94条2項の趣旨が没却される。また悪意の転得者を保護する必要がないとしても、外観作出につき奇跡性のある本人を保護する必要も同じく存在しない。括弧3、そうであれば一度善意の第三者が現れた以上、転得者はたとえ悪意であっても権利を取得すると回避すべきである。絶対的公正ですね。でよって E は自らが本件土地が A の所有に属することについて善意である場合はもちろん、たとえ悪意であっても D が善意であれば土地の所有権を取得することができる。レックの回答例と私の回答例でだいぶこの構成が違うんですけど、結論はねほとんど一緒ですね。でこのようにいくつかも書き方あります。だいぶ慣れてきたでしょうか。では14ページ、問題集14ページの第4問。これね、結構初心者のうちは骨がある問題です。
で、これぐらいをちゃんと処理できるようになると、予備試験もね、このレベルです。予備試験は第2部でやって、もっと問題文長いんですけど、この平成18年9社はだいぶ予備試験レベルに近い。これしっかり処理できればね、予備試験合格レベルでしょう。A ランクです。見ていきましょう。A は B 所有名義で登記されている建物。以下本件建物を U を B から賃借して引き渡しを受け、本件建物で店舗を営んでいる。A は賃借にあたって B に敷金を支払い、賃料も B に伝えなく支払ってきた。ところが本件建物は、真実は B の配偶者である C の所有であり、C が B に対し B の物情保証人として本件建物に抵当権を設定する代理権を付与し、登記に必要な書類を交付したところ、B が C に無断で B 名義に所有権移転登記を経由した上、A に賃貸したものであった。以下の事案について次の問いに答えよう。なお、各問いは独立した問いである。1番、 A が本件建物を賃借してから1年後に A はその事実を知った C から本件建物の明け渡しを請求された。A は C に対しどのような主張をすることが考えられるかという問題になります。で、これなんだけど、ちょっと図を描きますね。で、本来 C の所有物を C や B に書類なんかを渡してるんだけど、B は無断で登記をした。C に無断で登記をし、で A に賃貸をした。こういう事案ですね。で、これ非常にいい問題です。で、引っかかっちゃった人もいると思うんだけど、まずこれ無権代理とか表権代理の問題ってやっちゃった人、これは間違いです。確かに C は B に基本代理権を与えています。でも B は C の代理人として行動したわけじゃないですよね。C の代理人として C さんのものを A に貸したわけではない。そもそも権名がない。権名がないと無権代理にすらなりません。これ権名がないから他人物 C のものを勝手に A に貸した他人物賃貸借になっています。だから他人物賃貸借ね。で、これってね、売買の場合はね、結構テキストに載ってるんですよ。本人の土地を無権代理人が勝手に売った。これね、権名があれば無権代理、権名がなければ他人物売買になります。それの賃貸借バージョン、ちょっとひねって賃貸借にしたバージョンだと思ってください。じゃあ設問1からいきましょう。で、答案構成というか軽いメモ程度にとどめますよ。設問1は C が A に明け渡しを請求した。で、C が A に明け渡しを請求する際の根拠は？所有権に基づく明け渡し請求をしますよね。SQ ってね、これ請求の略です。請求の略で SQ って書きましょう。C は A に対し所有権に基づく明け渡し請求をしていくんだ。そういうことですね。で、ここでね、予備試験にもよく聞かれる第1回予備試験なんかこれ聞かれたんですけど、 A ってね、これ賃料を店舗を営んでるんですよね。店舗を営んでるってことは当然 A 引き渡し受けてますね。これ引き渡し受けてる。
引き渡し受けると、この賃借権っていうのは物件化して第三者に対抗できるようになりますよね。ということは A は引き渡し受けてるから C に賃借権対抗できるんじゃないですか。これどうですか。結論から言うと対抗できません。引き渡しを受けていても。これね、なんでかというと他人物賃貸借の場合対抗できたらめちゃくちゃですよね。これなので他人物賃貸借の場合は対抗要件を得たとしても物件化しないんですよ。 A 引き渡し受けてる、でこれ引き渡しが対抗要件になるというのは借地借家法ですよね。借地借家をちょっと引きましょうか。借地借家法の31条になります。借借31ですね。建物の賃貸借はその登記がなくても建物の引き渡しがあったときはその後その建物について物件を取得した者に対し、その効力を取得するとあります。ただね、これ借借31、ただ他人物賃貸借の場合は物件化しませんし、そもそも31条はね、その後その建物について物件を取得した者に対しその効力を生ずるって書いてる。 C はもともとの所有者だから31条の条文からしても C に主張できないですね。ただ他人物賃貸借だから物件化しない。だから借借31条の文言からも C に対抗できないとしてもいいし、他人物賃貸借の場合は物件化しない。だってそもそも適法じゃないから元から。って考えてもいいです。どちらにせよ A 引き渡し受けてるっていうのは C に対しての抗弁にはなりません。でここいろんな説明の仕方あります。で一つはね、他人物売買とパラレルに考える。他人物売買って債権的には有効だけど物件的には無効ですよね。ということは他人物賃貸借も A と B の関係では有効だけど他の人との関係ではたとえ対抗要件を得たとしても物件的に無効。まず一つこれの説明があります。これが分かりやすいかな。他人物売買は債権的に有効、物件的に無効。他人物賃貸借も債権的には有効だけど物件的には引き渡しを受けて物件化したとしても無効だから、これ A に対抗できません。あとはね、 B に他人物賃貸借なら B に賃借権を設定する権限がない。あくまでここの間だけで有効で、そういうふうに考えることもできます。でこれもね、ちゃんと理解してないとうっかりミスする人いるんですよ。引き渡しを受けてるから物件化するから C に対抗できるってとんでもない答案書いちゃう人います。ぜひねこの機会に押さえておいてください。じゃあ次なる A の反論はあれですよね。 C が書類交付したからこんなことになったんだ。本人の既成規制虚偽の外観の存在、第三者の信頼、94条2項類推。次はC は94条2項類推を主張していきます。ただこれ C は抵当権設定登記を頼んだのに B 名義の所有権移転登記がされちゃったってことは C の予想した外観以上の外観が形成された、いわゆる意思外形非対応型になります。で意思外形非対応型なんでね、論証でいちいちこんな長く書かなくていいんだけど、ロ
論証ですね。論証を貼り付けて、あとは当てはめをするということになってきます。いいでしょうか。で、これも論証書で確認することはしません。なぜかというと答案と論証書ほとんど同じだからということで、設問1はこんな感じで書いていけばいいので、これを私の回答例でまずは見ていきましょう。4ページ目ですね、今日お配りしたレジュメのこんな感じです。第1、設問1。 A は C に対し94条2項類推適用によって C から直接賃借権を取得し、その結果 C に賃借権を対抗できるから明け渡しの必要はないと主張することが考えられる。で、まず B は C から登記に必要な書類を取得し、 C に無断で本件建物につき自ら所有権移転登記をなしている。で、 C は無権利者である以上、 A に本件建物を賃貸した行為は他人物賃貸借となる。で、このあたりも丁寧に書いていってください。で、他人物賃貸借である以上、 C は引き渡し借地借家法31条3章を受けたとしても A に対抗できない。賃借権設定権限が本来ないものから賃借権を設定された場合、物件化の基礎を書くからである。これちょっと難しい言い回しなんだけど、何言ってるかというと、無権利者から土地買っても所有権取得できないですね。同じで、無権利者から賃借権設定されても、それ債権的に有効かもしれないけど物件化しないっていう話です。で、次94条2項の直接適用がない、そして C 美館に通報もない以上、 A に94条2項は適用されない。しかし94条2項が第三者を保護した趣旨は虚偽の外観の存在、虚偽の外観を作り出したことに対する本人の奇跡性、虚偽の外観に対する第三者の信頼、この3つがあるときに虚偽の外観通りの法律関係を形成して第三者を保護するという権利外観法理にある。もう飽きてきましたよね。今日散々出てますけど、これ絶対書けるようにしてくださいね。94条2項類推適用で、今回はちょっとひねりがある意思外形非対応型で、ただし真の権利者の作り出した外観よりも大きな外観が作出された場合、これ本人もかわいそう、真の権利者保護と第三者保護の均衡の観点から第三者が保護されるためには110条の趣旨から善意無過失が必要だと解する。第三者の信頼が善意無過失までなった。ここで1、 B 名義の所有権移転登記という虚偽の外観が存在し、2、外観作出には C の B に対する登記に必要な書類交付という、で、これ奇跡性っていうためにはこのワンクッション欲しいですね。信頼できないものに重要書類を渡したという点に奇跡性が認められる。だって登記の必要書類を渡しましたってだけだと悪いことにならないじゃないですか。なんで必要書類を渡したことが悪いのかっていうと、変な人に渡したという点に奇跡性が求められる。ちゃんと説明しないと伝わりません。ですね、これ受験生一般の傾向ですけど、説明不足が多いんです。これ私もそうでした。で、思ったよりね、論理って飛躍してるんですよ、皆さん。なのでちゃんと行間を埋めてきっちり説明していってください。丁寧に丁寧に、丁寧すぎるぐらいでようやく伝わります。で、ただ C が想定したのは抵当権設定であり、 C の想定以上の外観が釈出されているので A が保護されるためには善意無過失が必要である。よって A が善意無過失であれば94条2項類推適及び110条の趣旨から A は C に対抗できる賃借権を取得し、 C の請求を拒むことができる。で、 C が A が善意無過失かどうかは分からないので仮定的な書き方になっています。じゃあいいでしょうか。じゃあ第4問2ですね。で、 A は本件建物が B の所有でないことを知った後、 C に対して B との賃貸借契約が当初から有効であることを認めてほしいと申し入れたものの、 C はこれを拒絶した。その後 C が死亡し、 B が C を単独相続したところ、 B は A が本件建物を賃借してから1年後に A に対し本件建物の明け渡しを請求した。括弧1。 A は B に対し
B が C を単独相続したことを理由に本件建物の明け渡しを拒絶することができるかって問題です。で、これは無権代理と相続っていう論点がありましたね。で、あれに近い論点で他人物売買と相続というのがあります。で、他人物売買と相続は無権代理と相続とほぼ同様に考える。そして今回ね、さらにひねって他人物賃貸借と相続なんですよ。ただこれも皆様方知ってるのは無権代理と相続ですよね。その無権代理と相続っていう論点に引きつけて、なるべく同じように解決すると楽です。いいでしょうか。無権代理と相続っていう論点に近づけて書くってことですね。じゃあ設問2の括弧1です。じゃあ C が本人で B が他人物賃貸借をした。で、これなんだけど、 A が C に認めてほしいって言ったら嫌だって言われたんですね。これ無権代理の追認拒絶に近いですよね。だからまず本人が追認拒絶をした。で、追認拒絶をするとこの他人物賃貸借が、まあ、いわば無効に確定するんだみたいな言い方をしていくがいいです。物件的にも無効と確定すると、これで、その上で相続が起こった。でも追認拒絶してるから無効と確定しているから B は A に出てけと言える。まあそういうふうに言ってもいいです。無効と確定してるから BA 明け渡し請求か。こんな感じで書いていけばいいでしょう。で、これなんだけど、B って無権代理人に似てますよね。無権代理人が本人を相続したパターンと一緒に考えるということです。で、これちょっと論証集で見てみましょうか。論証集の30ページご覧ください。論証集30ページ4、無権代理と相続、論点1、無権代理人が本人を相続した場合、これを見ていきましょう。問題提起。無権代理人が本人を相続した場合に、無権代理人が本人としての追認拒絶権を行使して追認を拒絶することができるかという論点です。で、これね、無権代理人が本人を相続した場合、無権代理人に本人の資格と無権代理人の資格が共に帰属することになるから、両資格は融合し本人が自ら法律行為をしたのと同様に扱うべきとも思える。で、これがね、判例です。判例はね、無権代理人が本人の地を相続した場合は、無権代理人は自分で売るって言ってて、さらにね、本人の権限も取得したから当然に地が融合して有効になるというのが、これが判例の見解。でも判例の見解に対する批判も激しいので、気になる人はここも見ておいてください。ただこれはね、本人が追認拒絶をしないうちに相続が起こったパターンで、その下のアサリスク、生前に本人が追認拒絶した場合、その時点で本人への効果不帰属が確定し、
追認拒絶の効果それ自体を主張しても真偽に反するとは言えないから、無権代理人が本人のした追認拒絶を援用することも許される。本人が絶対嫌だって言って追認拒絶したら無効が確定して、無権代理人はその地位を相続したに過ぎないから、この場合はずっと無効になります。今回はこのパターンに近いってことです。では私の回答例、今日お配りしたレジュメ5ページ目の第2設問に括弧1見ていきましょう。で、若干書き方難しいんで、こんな感じでいきましょう。本件では他人物賃貸借を行った B が所有者 C の地位を相続している。で、他人物賃貸借を自ら行った B に他人物賃貸借の無効を主張することを許す必要はなく、CB の地位が融合する結果、AB の賃貸借は対抗要件を備えれば物件的に有効になるとも考えられる。でね、この説で書いても構いませんよ。だって今回ね、いかに C が追認拒絶してから亡くなったといえども、B って他人物賃貸借した本人じゃないですか。本人に対しては賃借権主張できるっていう結論も十分にありえます。なのでここで止めてこの説で書いてもそれはそれで正解。ただ無権代理と相続に合わせて書くとこんな感じ。しかし相続前に C は追認拒絶をしている。で、この点、他人物賃貸借を行った者が所有者の地位を相続した場合と無権代理人が本人の地位を相続した場合は類似するので同様に考えるべきだ。で、これね、はっきり書いちゃっても構わないですよ、こういうふうに。なぜかというと無権代理と相続っていうのは判例の蓄積があるからですよ。だから同様に考えると判例使えますよね、無権代理と相続の。で、すなわち本人が追認拒絶した時点で他人物賃貸借は確定的に無効になり、本人に効果帰属しないことが確定する。その地位を B は相続しただけである。よって本件では AB 間の他人物賃貸借が無効となり、 A は賃借権を主張して明け渡しを拒むことはできない。聞かれていることは明け渡しを拒めるかということなので、拒める拒めないと結論ははっきり書きましょう。よろしいでしょうか。じゃあ第4問の2の括弧にも見ていきましょう。設問です。仮に括弧1の理由で明け渡しを拒絶することができないとすれば、 A や B に対してどのような主張をすることができるか、特に敷金の返還を受けるまで本件建物の明け渡しを拒絶すると主張することができるか。で、 A は B にどのような主張をすることができるかって結構ざっくりとしてて、これだと分かりにくいんですね。なので試験員は誘導をつけてくれました。特にっていうことだから、これをまず論じろと。敷金の返還を受けるまで本件建物の明け渡しを拒絶すると主張することができるか。これ 何の主張ですか。これ敷金返還請求権を非担保債権として留置権を主張できるかという話です。ちなみにね、設問2の括弧1でこれ相続によって B さんは A に出てけって言えるようになったってことはね、これ債権的請求じゃなくて物件所有権に基づいて出てけって言ってるものだと考えられます。だって債権的だと A と B 契約してるから追い出さなさそう。なのでこれね、ゆっくり書くとこういうこと。で、 BA の明け渡し請求はこれ所有権に基づく明け渡し請求、だって親の所有権を相続して初めて明け渡し請求できるようになったんですよね、この人。所有権がなければ明け渡しで請求できなかったってことは、これ債権的請求じゃなさそうだ。所有権に戻すか明け渡し請求と考えるのが素直でしょう。債権的請求って構成もできますよ。ただこれが素直で、所有権に基づく物件的請求権だから同時履行の公弁じゃなくて留置権を主張するんだ。じゃあ A 反論として、これね、敷金返還請求権、
これをもとに留置検主張できないかって考えていきます。留置権は当然条文は295条1項になります。295条1項をご覧ください。他人の物の占有者は、その物に関して生じた債権を有するときは、その債権の弁済を受けるまでその物を留置することができる。ただし、その債権が弁済期にないときはこの限りでない。で、敷金返還請求権を非担保債権として留置権って行使できるんでしたっけ？できないですよね。これなんでかというと、敷金返還請求権は建物を返してから発生する。さっきで言う295条1項ただし書きの債権が弁済期にないんですよ。で、なんで明け渡してから発生するかっていうと、これね、民法改正で条文が入りました。622条の2です。622条の2、1項をご覧ください。賃貸人は敷金、かっこいかなる名目によるかを問わず、賃料債務その他の賃貸借に基づいて生ずる、賃借人の賃貸人に対する金銭の給付を目的とする債務を担保する目的で、賃借人が賃貸人に交付する金銭を言う。以下この条において同じを受け取っている場合において、次に掲げるときは、賃借人に対し、その受け取った敷金の額から賃貸借に基づいて生じた賃借人の賃貸人に対する金銭の給付を目的とする債務の額を控除した残額を返還しなければならない。1号、賃貸借が終了し、かつ賃貸物の返還を受けたとき、返還を受けてから敷金の残額を返還しなければならないって条文ですよね。だからこれは、明け渡して初めて発生。ってことになります。だから明け渡しが先だから、この権利明け渡すまではまだ発生していませんので、この留置権主張できないということになります。で、特に敷金返還請求権に基づいて何か主張できないかって聞かれてたから、もう一個ぐらい書きたいですね。で、特にって書かれてたから、これ留置権何か主張できないですか？で、よくよく考えると、 B って他人物賃貸借をした犯人ですね。 A は B に普通に考えて損害賠償請求できます。その損害賠償請求権に基づく留置権だったらできる。それを書けばいいんです。じゃあ次ですね。これは丸になります。で、これを、軽く要件に当てはめて書いていくということになります。では、私の回答例の第3設問に括弧にこれ見ていきましょう。B は A に対し所有権に基づき建物を明け渡し請求すると考えられる。
これに対し A は敷金返還請求権を非担保債権とする留置権を主張し、建物の明け渡しを拒むことはできない。もう結論書いちゃいましょう。で、なんでかというと、敷金返還請求権は建物の明け渡しによって初めて発生する。622条の2第1項。したがって A の建物明け渡し義務が B の敷金返還義務より先履行であり、A は留置権を主張することができない。まあ、そういったことになります。で、一方で A は損害賠償請求権を非担保債権とする留置権を主張し、損害賠償が支払われるまで本件建物の明け渡しを拒むことができる。これも書いちゃいます。で、なんでかというと、なぜなら B は A に対し可認物を賃貸したのだから、適法な権限を取得し A に対し第三者に対抗可能な賃借権を取得させる義務がある。そりゃそうですよね。そもそも他人物売買で他人のものを売ったら適法に所有権取得して移転する義務がありました。それと一緒で、なんとか賃借権を相手にね、取得させる義務がある。で、当該義務を履行できず義務違反、債務不履行があって、その結果 A に損害をもたらしたので B は A に損害賠償する義務を。で、一応留置権の権連性、債権と物との権連性についても一言触れましょう。そして本件建物と本件に建物に関する他人物賃貸契約に基づく損害賠償請求権は権連性があるからである。こんな感じで書いていけばいいってことになります。よろしいでしょうか。で、民法総則の問題やってたんですけど、これ民法総則以外の知識もね、結構必要だなって気づいたと思います。これね、皆さんが今まで勉強してた民法を立体的に構成するということになります。いろんなところの条文を使って問題を解決する、その力もね、合格答案作成講座で養っていきます。じゃあレックの回答例なんですけど、小問1は正直ね、私の回答例とそれほど変わらないので、小問2の回答例から見ていきたいと思います。問題集の16ページの回答例の小問2、第2小問2括弧1についてってところから見ていきましょう。1番 A は B に対して建物の明け渡し請求の拒絶をすることができるか。2の括弧1、まず本件では C が死亡しており、 B が C を相続することにより B の地位にいかなる影響を与えるか。この点、本人と他人物身体人の地位が相続により一体となった以上、追認があったのと同様の効果が生じるとも考えられる。しかし相続という偶然の事情により相手方の介助権を一方的に奪うことになってしまう。そのため相続によっても他人物身体者が当然に物件的に有効になるわけではないと解する。で、書きます。で、17ページ括弧3、最も他人の物を勝手に賃貸した者が追認拒絶権を行使するのは許されるべきではない。したがって他人物身体人が追認拒絶権を行使することは審議則に反して許されないと解する。これね、何書いてるかというと、本人が追認拒絶をしてないうちはそうだってことを言ってます。で、3の括弧1、しかし本件では C が死亡する前に他人物身体借の追認を拒絶しているが、この事情がいかなる影響を及ぼすか。で、括弧2です。本人が追認を拒絶すれば他人物身体借の効力が本人に及ばないことが確定し、追認拒絶後は本人であっても追認によって当該他人物身体借を有効とすることはできない以上。確かにね、本人が追認拒絶した後、本人が他人物身体者が有効にするのはできないんだから、この時点でもうひっくり返せない、無効が確定したって考えていくってことです。追認拒絶後に他人物身体人が本人を相続したとしても、追認拒絶の効果はそのものであると解すべきである。括弧3、したがって本件では B は他人物身体者の追認を拒絶することができ、 A に対して建物の明け渡し請求をすることができる。4、よって本件では A はB が C を単独相続したことを理由に建物の明け渡しを拒絶することはできないってことになります。で、第3、証文2括弧2について。1括弧1、まず A は B に対して敷金返還請求権に基づく留置権を主張して建物の明け渡しを拒むことができるか。で、括弧2番、敷金の担保的機能を全うするためには、敷金は明け渡しまでに生じた一切の賃貸人の債権を担保すべきであるから。で、やっぱりこの条文を指摘できるかどうか。ここに全部書いてますよね。敷金返還請求権は建物の明け渡しによって初めて発生するものといえ、明け渡しは先履行となる。同項1号。もう条文に全て書いてます。で、括弧3、
本件では A は未だ建物を明け渡しておらず、敷金返還請求権は発生していない。よってこの時点での敷金返還請求権に基づく留置権の主張を認められないということになります。で、2の括弧1、最も C の追認拒絶により A は本件建物を使用収益することができなくなっているから、A は B に対し債務不履行に基づく損害賠償をすることができる。で、これなんだけど、この条文の上げ方、丁寧に上げるならこうです。で、見ていきましょう。601条は当然賃貸借の条文。601条を見てください。賃貸借は当事者の一方がある物の使用及び収益を相手方にさせることを約し、相手方がこれに対してその賃料を支払うこと及び引き渡しを受けた物を契約が終了したときに返還することを約することによってその効力を生じる。で、これが失礼しました。559条。これは有償契約に売買の規定が適用されるって条文。559条をご覧ください。この説の規定は売買以外の有償契約について順用する。ただしその有償契約の性質がこれを許さないときはこの限りでない。そして次の561条、これは他人物売買をした人は所有権を取得して買い主に移転させる義務を負うという条文。他人の権利、権利の一部が他人に属する場合におけるその権利の一部を含む売買の目的としたときは、売り主はその権利を取得して買い主に移転する義務を負うってことになります。で、これを挙げた上で、それに基づく損害賠償、債務不履行は一般の条文415条、これを主張することができる。で、そこで A はこの損害賠償請求権を非担保債権として留置権を主張することができるか。で、権連性には触れてます。同条の物に関して生じた債権には、債権が物の返還義務と同一の法律関係から生じた場合も含まれる。建物の明け渡し義務と損害賠償請求権はともに賃貸借契約の終了に伴い生じたものであり、同一の法律関係から生じたと言えるので、よって A は留置権を主張し、 B に対して建物の明け渡し請求を拒むことができるということになります。よろしいでしょうか。で、すみません、ちょっと私の回答例も5ページ目の設問2の括弧にちょっと訂正なんですけど、条文が抜けてましたね。ここの A に対し第三者に対抗可能な賃借権を取得させる義務があったの後ろに、このレクト回答例と同じく、ここに601559561条を入れるのが丁寧ですね。第三者に対抗可能な賃借権を取得させる義務があった。601条、559条、561条。これを入れていただければと思います。よろしいでしょうか。じゃあ本日、これがおそらく最後の問題になりましょう。問題集18ページの第5問、権利登録なき遮断の問題です。18ページ第5問、権利登録のない遮断 A がその財産である不動産を A の代表者の一人である B の所有名義で登記していたところ、 B は私利を図る意図、なんか代理権の乱用っぽいですよね、のもとにその不動産を第三者 C に売り渡し移転登記をした。この場合における AC 間の法律関係について、 B が A の代表者として売り渡した場合と自己の名で売り渡した場合とに分けて論ぜよ。なお A の代表者について共同代表の定めはないものとする。これは B プラスランクです。で、これなんだけど、まず権利能力のない遮断って書いてるから、権利能力ない遮断の、成立要件については論じなくてよいということです。で、まず代表者の所有名義で登記する、これ違法ですか適法ですか、これ問題ないんですね。権利能力なき遮断の財産っていうのは、構成員全員の共有名義で登記するか代表者名義で登記するしかない。なので、まずこれは確認しておきましょう。で、答案でも書いておいた方がいいです。
代表者 B 名義の登記は有効です。じゃあね、今回はでも本来は A の所有物を B が C に勝手に売ったパターンですよね。で、これ A の代表者として売り渡した場合と B の名で売り渡した場合、何が違うのか。これね、A の代表者として売り渡した場合は、これって B さん A の代表権あります。これ B は A の代表権あり。これね、会社の代表取締役みたいに B さんは A のことを何でも代表できる。これ一般社団法人法77条4項累推って書いておけばいいでしょう。一般社団法人法77条を引いてください。一般社団一般財団法77条。こう書いてます。代表理事は一般社団法人の業務に関する一切の裁判上または裁判外の行為をする権限を有する。いろんな権限を持ってます。ということは、A の代表者として A の土地を売ったことは代表権の範囲内ですよね。だからこれ無権代表ではない。ただ自分の私利を図る意図なので、これ代表権の乱用と言います。代理権の範囲内なんだけど、目的意図がおかしいのを代理権の乱用と言いましたね。それとほとんど同じ概念で、代表権の範囲内だけど目的意図がおかしい場合を代表権の乱用と言います。で、これ代理権の乱用を累推適用すればいいだけです。で、民法の107条をご覧ください。代理権の乱用は昔は解釈だったんですけど、今は条文が入りました。民法107条、代理人が自己または第三者の利益を図る目的で代理権の範囲内の行為をした場合において、相手方がその目的を知り、または知ることができたときは、その行為は代理権を有しない者がした行為とみなす。ということで、相手方が知っていた悪意、または知ることができた有価質の場合は無権代表となる。107条を類推して仮定的に当てはめをすればいいだけです。で、これが前段の A の代表者として売った場合は代表権の乱用。じゃあ今度 B が A の土地を B の名で売った場合、これは要するに権名ないってことですね。私は A の代表 B であるって言ったわけじゃなくて、私は B だ、 A のものを勝手に売る。これただの他人物売買。で、他人物売買だから C は物件的に無効、所有権取得できないってことになります。で、これだけだと芸がないので、 C 何らかに保護する規定ないですか？で、例えばね、これ A のものなのに代表者 B の個人名義の登記してるから虚偽の外観だとして、 C が94条2項累推で保護されないか、そんなことを書いてやればいい。ただこれもね、
権利能力なき遮断の土地を代表者が登記するのは普通なんですよ。だから A に奇跡性もないし、そもそも虚偽の外観と言えるかすら怪しいので、これ認められません。少なくとも A 奇跡性なし。で、こんなことをまとめて書いていただければ十分です。で、私の回答ではね、すごくあっさり書いています。コンパクトに書くとこんな感じ。5ページ目の第5問見てください。1、はじめにです。権利能力なき遮断 A の土地を代表者 B の個人名義で登記すること自体は適法である。一応これ最初に触れておきましょう。これ後で使います。遮断 A の土地を代表者名義で登記することが異常事態だったら、本人の奇跡性認められますよね。遮断 A がそんなことしたら悪いってことになります。でもこれ普通だってことになると、遮断 A の奇跡性が否定される。これ後で使うから、もう最初にまとめて触れちゃったんです。権利能力なき遮断 A の土地を代表者 B の個人名義で登記すること自体は適法である。 A の土地を A 名義で登記できない以上、代表者 B に信託的に譲渡されたと考えられるからである。で、これなんだけど、なんで代表者の個人名義で登記できるかというと、信託のような構成を取るんですね。信託っていうのは、例えば竹山君が誰かに土地を託すと、土地の所有権を移転させて、誰かがその土地からお金をね、稼いできてくれる。その利益を竹山にバックする。それを信託と言います。ポイントは、信託のポイントは所有権が外形的には移るので、それと一緒で、権利能力なき遮断の所有権が外形的には代表者 B に移っていると考えるから、代表者 B 名義の登記ができるということです。あと、権利能力なき遮断の土地の登記は、構成員全員の共有名義での登記もできますよね。で、ここで、基本事項の確認。共同所有関係って、共有、合流、相有という3つの概念がありました。権利能力なき遮断の財産は相有ですよね。でも、なんで相有名義の登記じゃなくて、構成員全員の共有名義の登記なんですか？これ簡単で技術的な問題。不動産登記法に共有の名義しかできないんですよ。相有の登記なんてないんですよ。だからしょうがないから、共有名義の登記にする。登記法上の問題ね。だから概念としては相有で合ってるんだけど、仕方なく登記はみんなの共有でします。そのあたりも知っておくとね、民訴なんかも、スムーズになりますので、ぜひね、確認しておいてください。権利能力なき遮断の財産は構成員全員の相有、民法上は相有なんだけど、登記法上は共有名義の登記か、代表者個人名義の登記をするしかないということになります。続き、しかし B は当該土地を私利を図る目的で C に売却している。で、2、 A の名で売り渡した場合、権利能力なき遮断 A の代表者 B は、一般社団法人の代表者と同様に A の包括的代表権を有している。で、これ一般社団法人そのものではないので、一般社団法人法77条4項3章とか類推とか、まあ何らかの形で書いてください。直接適用はできない。とすれば、 A の土地を C に売却したことは代表権の範囲内である。しかし B は私利を図る目的があったので、これは代表権の乱用と言える。代理権の乱用に似てるけどちょっと違います。で、代理権と代表権は類似してるので、代理権は類似してるので、民法170を類推適用し、 C が善意無価値なら当該売却が有効だが、 C が悪意有価値なら無効と解するべきである。こんな感じで書いていきます。仮定的な書き方です。じゃあ次ね、3、 B の名で売り渡した場合、当該土地は B 名義の登記がなされているとはいえ、
登記に更新力がない以上、当該土地は A の所有物である。で、この更新力がない以上って結構便利な書き方で、登記に更新力がないってことは、登記通りの法律関係にはならないってことですよね。だから登記が、B 名義であっても B の所有物ではない。そんなことはないんだ。と、更新力がないってことで一言で表せます。当該土地は A の所有物である。とすれば、B は他人 A の土地を自分のものとして売却したことになり、他人物売買と言える。他人物売買は債権的には有効だが物権的には無効であり、A は C に、で、権利能力なき遮断はあくまで総有なので、総有権に基づき当該土地の明け渡し請求ができそうである。まあ、こんな感じで書いていきます。では C は94条2項累進適用により保護されないか。で、この点94条2項が第三者を保護した趣旨は3つね。虚偽の外観の存在。丸二、虚偽の外観を作り出したことに対する本人の奇跡性。丸三、虚偽の外観に対する第三者の信頼。これがあるときに、虚偽の外観通りの法律関係を形成して第三者を保護するという権利外観法理にある。もう決まりの論証ですね。で、とすればこの3つの要件があれば94条2項を累進適用して保護すべきであるということになります。しかし、権利能力なき遮断名義の登記、これが認められない以上は、代表者名義にすることは十分あり得ること。普通で A に奇跡性があるとは少なくとも言えない。あとね、虚偽の外観であるとも言えないと書いてもいいですよ。だって普通だから嘘とは言えない。よって94条2項累進適用では C は保護されず、 A の C に対する明け渡し請求、これは認められるといったことになります。よろしいでしょうか。で、第5問についてのレックの解答例もほとんど似てるので、これは読み上げとかは省略いたします。で、ちょっとね、権利能力なき遮断がせっかく出てきたので、これね、あと権利能力なき遮断で、すごく必要なよ、論点はやっぱり権利能力なき遮断の成立要件ね。どういった場合に権利能力なき遮断になるのかっていうのは、ぜひ、これ書けるようにしておいてください。で、これね、ちょっと論証集にはね、載ってないんだけど、それ大事ですのでですね、ぜひ確認をしておいてください。あとですね、ちょっと法人がね、あんまり問題ないので、論証集5ページ見てください。あ、4ページからいこうか。4ページの失踪宣告、これね、結構マニアックな論点なんだけど、たまに出ますので、暇な時にこれ眺めてね、どういうふうに書けばいいかなと確認しておいてください。で、5ページからの法人で、3法人の論点1、目的の範囲内の意義は、これ商法でも民法でも出ることあるので、必ず、書けるようにしてください。論点1には重要で、6ページの論点3、90条4項の決議を書く場合の効力、これは会社法のほとんど同じ。取締役会決議がない場合の効力、代表取締役の法律行為の効力と同じ論点なので、ああ、会社法であったなと覚えてください。で、7ページの論点4、論点5、このあたりもですね、ほとんど会社法と一緒です。で、論点6も、まあ、これ商法でも出てきます。支配人とね、110条民表権法理の関係とかで出てきますけど、まあ、これもふーんと思っておいて、さっと読んでおいてください。で、8ページ、論点7、その職務を行うについての意義は民法715条と全く一緒なので、一般社団法人法の論点ではほとんどね、会社法とかと民法の不法行為とかでやってる論点なんですよ。なので、その復習も兼ねて、この辺はざっと見ておいていただけるといいと思います。いいでしょうか。でね、次回はね、第6問からやっていって、大体ね、6から8問ぐらい進むので、まあ、できれば余裕を持って第14問ぐらいまで予習をしておいていただけると、助かります。まあ、多分6問ぐらいしか進まないと思うけど、一応余裕を持って第14問ぐらいまで予習をしてきてください。で、予習の仕方はくどいようだけど、これね、もう目次に論点書いてるんですよ。
だからね、第14問は代表権の制限と110条累推適用だから、次回は、だから錯誤から代理ぐらいまでの論点をまず確認していただいた上で、第6問から第14問までの答案構成をやって講義に臨んでください。これね、めちゃくちゃ力つきますよ。だって自分で1回ね、基礎的なことを確認して、答案構成やって、さらに講義聞いて確認して、で復習もしてくださいね。復習は知らない論点とかあったらもう1回確認、条文とか判例があったら確認した上で、模範解答を眺めて合格答案のイメージをつける。で2、3ヶ月後忘れた頃にもう1回答案構成をしてみる。で復習もぜひしてください。で最初の時は論証集持ってこなくていいって言ったんだけど、やっぱり問題集と論証集と6本持ってきてください。論証集も確認することがあります。ということでこんな感じで進んでいきます。でね、論文の講座なんで脱落者多いんですけど、まずね、司法試験の場合、脱落しないことが重要。最初難しいけど、そのうちできるようになるんで、頑張ってね、とにかく脱落しないでついてきてください。そうすると第14回の講義でかなり力がつきます。ということで、一緒に頑張っていきましょう。それでは合格答案作成講座、民法第1回目、これにて終了いたします。お疲れ様でした。